あ、よこみんちゃん、こんばんは。いつもありがとう。うん、ありがとうね。うん、は、こっちでは。うん、はずみんちゃん、はじめまして。ありがとう。ありがとう。うん、こちら。うん、ぐりちゃんがこんばんは。初コメです。ありがとう。初コメのぐりちゃん、よろしかったらナイス、よろしくお願いしますね。アイルド7000さん、いつもありがとうございます。水上花火プレゼント、ありがとうございます。ありがとう。お前がお前がお前が、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、水上花火、水上花火、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。タカピーちゃん、ゆで卵を作るんですね。昼間から言っててね、うん、こんな作るかね。うん、よこみんちゃん、お届けします。いいね。ありがとう。ありがとうね。北海道のよこみんちゃん、うん、今日は北海道寒いってね。うん、こっちもそんな暑くなかったよ。うん、ハズユミちゃん、ナイスしました。ありがとう。ハズミユちゃん、ありがとうございます。クリオネットさん、よせいさん、こんばんは。ポチーって、いつもありがとう。ありがとうございます。みーさん、よせいさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとう。よこみんちゃんが、寒かったですってね。そうだよね。関東もね、そんなに暑くなかったよ。今涼しいよ。風がちょっと強かったけどね。ね、こっちは割とね、すがすがしくてね、過ごしよかった。ね、北海道よりはあったかいけどね。こちら、金太さんが、よせいさん、いつもお疲れ様ですって、いつも頑張っておられるよせいさんに、ナイスですって、ありがとう。ありがとうございます。金太郎さん、ありがとうございます。おふみちゃん、よせさん、こんばんは。デコルト姉さん、車で出かけて、1500ナイスありましたね。すごいでしょ。1日で1500、すごいね。あれね、でもね、あれだって、最近ね、姉さんに押してくださいってね、他の人が応援してるみたい。だからに数が多い。普通ね、一人で1500は取れない。なんかそういう話だよ。でもすごいね、おふみちゃんね。だから今回はね、もうね、デコルトさん1位だと思います。ね。ね、私は私で、ね、自分なりに頑張ればいいかなって思ってますね。おみちゃんね、私も見てたよ、少し。車で行ってたね。ありがとう。いつもありがとうね。こちら、金太さんが、そうだ、言ったんだね。1500はすごいね。1日1000でも大変なのにね。で、姉さんの場合は引かれないからね。私は1000取っても、200いくつぐらい引かれちゃうもんね。どんどん差がついていくよね。ありがとう。金太郎さん、ありがとう。まさかり担いだ金太郎。馬にまたまり、お馬の稽古。あけど堂々残った。あけど堂々残った。ありがとう、金太さん。いつもありがとうございます。ありがとう。ね、ありがとうね。今度は、卵やるからね。ほいで、煮たらさ、あれでしょ？煮立ったらさ、なんだっけ、砂時計を売ったといてさ、ゆきちゃんが出た。ゆきちゃん、いつもありがとう。ワッチの有名な配信者が、永久ファンになって、ツイキャスに言ってナイスを。あ、そうか、そうなんだ、ゆきちゃん。ふわっちの有名な配信者が、
永久ファンになってツイキャスに行ってナイスを姉さんに流してるよ。そうでしょ、だから多いんだよね。なんか慎吾もこんなこと言ってたよ、ゆきちゃん、一人の力じゃないよね、わかるね。本当すごいですね、永久版になっちゃったんだその人。そうなん、すごいね、ありがとうゆきちゃん、ありがとうね、もう二人の力じゃ、永久版で流してたらいくら頑張ったってこっちは200いくつも引かれて、向こうは二人ね、あの姉さんに入れてくれって言われたら勝てるわけね。ねえ、ゆきちゃん。でもこっちはさ、楽しくさ、やればいいんだ。ねえ、おふみちゃん、ゆきさんこんばんは。ってね、きんとちゃんが優しい歌声、いつもありがとうございます。ってね、ゆきちゃん、だから姉さんのナイスは毎日ずっと流れてくるよ。って。そうだよね、ゆきちゃんね。そうしたらさ、男女混合でもすごいいい点数取れるよね、ゆきちゃんね。二人分だもんね、大体ね。すごいですね。そういう例もあるんだね、ゆきちゃんね。こちら、アクア73、よせいさんこんばんは。いつもありがとうございます。ゆきちゃんが、おふみさんこんばんは。ってね。あ、ゆうさん。ありがとう、よせいさん、お疲れ様です、ありがとうございます。みーさんが、おふみさんこんばんはってね、そうなんだね。のしんごの方に言ってたよ、ゆきちゃんに聞いてよくわかった、ふわっちのね、有名な配信者、永久版ってことはもうできないってことだよね、ツイキャス行ってね、そのなんだっけ、ナイスをデコルトさんに流してるね。だから1日1500いくんだね。すごいね、すごいね、ありがとう、教えてもらって。シンゴもこんなこと言ってたよ、ありがとうね。こちら、ミーさん、オスミさんこんばんはってね、K139 さん、ケーキプレゼントしました、ありがとう。みーさん、ゆうさん、こんばんは。アクアさん、ゆうさんが、みーさん、こんばんは。ってね。さくやちゃんが、よせさん、こんばんは。ナイスした。ありがとう。ありがとうね。あ、ききちゃん、あ、ゆきさん、ゆうさん。ってね、ききちゃんが、ききちゃんが、あ、おふみさん、ゆうさん。ゆきさん、ゆうさんってね、ききちゃんね、ね、ききちゃんね、ありがとうね、先ほどありがとうね、ききちゃんね、アクア73、おふみさんこんばんはってね、ちどりあんちゃんがこんばんは、こちらさくやちゃんが、南陽はぎをプレゼント、ありがとう、さくやちゃん。南陽はぎっていうお魚ですね。ありがとう、ありがとうね。晴天さんが、よしえさん、元気の秘訣は？初コメ。元気でもないんだけどさ、足腰悪いんだけどね、でもね、頑張ってるんですよ。ね、そうなん、ね。口だけは達者なんですけどね、体がダメなのよ。晴天さん、ありがとう。こちら、みーさん、おみさん、こんばんは。ってね。こちら、K139 さん、KP4 個、ありがとうございます。ありがとう。おふみさんが、ナイス押してなかったら押してください。0時になると減らされてしまうんで、よろしくお願いしますってね、ありがとう、ふみちゃん。こちら、ゆりちゃんが、よせさんこんばんは、こんばんは、ゆりちゃん、いつもありがとう。北斗さんが、
妖精さん、お帰りなさい。少しはお休みになりましたか？って、はい。少しは休みました。ありがとう。いつもありがとうございます。ね、こちら、ゆうさんが、キリちゃん、こんばんは。ってね。ね、なんか、さっきね、ちょこっとトイレ行ったんですけどね、おしっこ垂れてるからね、行こうと思ってかがんだんですよ。だから腰が痛くて立てなくなっちゃって、え、あらあらあら、あ、キキちゃんが、ありがとう、キキちゃん、私ヨセイさん大好きだから、って、ありがとう、キキちゃん、悪いね、キキちゃん、申し訳ない、ね、ありがとうね、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、ハート花火、ハート花火、キキちゃん、キキちゃん、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、キキちゃん、自分のためにお金使ってね、ね、ね、自分のために使ってよ、キキちゃん、気持ちは嬉しいよ、ね、キキちゃん、自分のためにお金使ってね、ありがとう、ありがとう、ね、キキちゃん大好きだよ、大好きだよ、ね、可愛いんだよね、ありがとう、ね、自分のために使ってね、こちら、ゆうこ538、よせさん、こんばんは、って、こんばんは、ゆうさんが、ハート花火、ナイス、ありがとうございます、ありがとう、ね、キキちゃんかわいいよ、私好きだよ、ね、ね、ほんとほんとだよ、ありがとう、キキちゃんね、ほんとにかわいいとこあるんだよ、ほんとに、ヨセさんって、こないだナイス押すの忘れちゃった、その分今日すね、ってね、可愛いとこありますよ、本当にね、フラー先生とね、仲いいんだよね、先生もいい人だね、ね、先生も本当にいい人、ありがとう、ね、ありがとう、ゆうさんもありがとうございます、ありがとうございます、ね、ありがとう、涙が出るよ、本当にね、こちらあれだよね、今日卵ったってさ、2つぐらい気に合い、あ、ゆうこちゃん、よせいさん、こんばんは、こんばんは、538のゆうこちゃん、ありがとうございます、ありがとう、こちら、ちーたんが、こんばんは、いいね、にこ、ありがとうございます、いいね、にこ、ありがとうございますね、ありがとう、ね、ありがとうございます、ね、こちら、あれ、たまちゃんが泣いてるけど、たまちゃん、たまちゃん、缶詰食いてみて、うん、缶詰いい、まあ、母言って食べられない、母言ったんだよ、うん、缶詰くれなくていい、うん、やったほうがいいんじゃない？じゃあくれてよ、その汚れたのはここ置けば私が洗うから、上の方へ、新しいやつで、ちょっと待ってくれ、うん、これ後で洗うから、で、そこにある缶詰、こっち缶詰じゃなくてあるんだよ、うん、あるんだよ、ホタテ食えるんかよ、それ食える、食える、炒まねえ、作れた方がいいよ、ホタテ、もったいないよ、安いからよ、それで噛んで、安いっても、炒まねえち、腐ったのくれたらかわいそうな、もう手で触ればわかる、ね、たま、たま、ティータン、ご飯は、って、ご飯、ご飯あるよ、私ご飯ね、寿司買ってきてもらった、ね、いろいろ混じってるあるじゃない、元禄っつんかい、あれなんて言うんだろう、あとはね、フライドチキンの食べかす、これ半分食べた、こんなの一つ食べられない、これ食べてね、
お寿司食べればもう私ね、お寿司2つ3つ食えばお腹いっぱい。そんな食べないの。いたんでべ。変なくれんだよ、ヘッドハックから。だから買ってきたらすぐ食えなきゃダメだよ、ホタテの。安くてももう買わない方がいいよ、缶詰とあれだけで。ダメだよ、生も猫にいたんだんくれちゃう。ねえ、猫はね、うん、エビとホタテあげないでくださいってね。そうだよね。大文ちゃんが、北斗さんこんばんはって、うん、北斗さん、スケロクで寿司ですね。あ、あれスケロクって言うんですか。いろいろ混じってるね。そう、のり巻きとさ、あの稲荷と、あとはかんぴょう、うん、あ、スケロク寿司って言うんですね。そう、あれもね、さっき 2つぐらい食べたからもうお腹いっぱいだよ、うん、そう、うん、おみさんこんばんはって北斗さんがね、さくらさん、たまみ、たまみたいよって、うん、たまちゃん、はぁはぁ言って言っちゃったで、ちょっとあれか、これをこれを混ぜてやるか。それ混ぜて食わなかったらどうするの。もっと細かくちぎんないと歯が吐くよ。か、あの、こっちにあるの、こっち、それは違う。ここにあるよ。ちょっと混ぜてやんなきゃしょうがねえ。腐ったのくれない方がいいですね。こちら、大見さんこんばんは。さくらちゃんが、玉見たいよって。たまちゃん行っちゃったよ。あいはるさんこんばんはってね、北斗さんが笑うってね、こちら、うん、もう安くても買わない方がいいよ、そういうの。まあこれから後かなるかな。そうだよ。で、いつも悪くしてうちあるんだから、安くても買わない方がいいね。無駄だよ、こういうのね。こんばんはね、たまちゃんね、外から来てね、はぁ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 言ってて、今ご飯ずらねえんだよね、肺がはぁはぁ言ってね。あれが落ち着かないとね、ご飯食べないよ、落ち着いて、肺がはぁ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 言うのね。だからね、落ち着かないとダメ。カッパさんが、余らせたらダメだよね。そうだよね、いくら安いたってね、なんか臭いよ、缶詰。私ここまで匂うもん、うん、洗ってくれて、たまちゃんヘド吐くよね、かわいそうだよね、うん、ね、余らせちゃダメだねって。そうだよね、だってさ、買ってきた以上は生もんだからね、責任を持ってね、くれなくちゃね。そうだよね、いつまでも放っといてさ、粘ったようになって洗ってくれるなんて、たまちゃんかわいそうだね、ね、そうだよね。まあ、ルカちゃんが、たまちゃんの鳴き声かわいいってね。北斗さんが、今は特に梅雨時期なので食中毒に気をつけないと怖いですからねって。そうですね、特によね。猫ちゃんの餌も腐ります。その通りですね、本当。みーさんが、生もんですかって。そう、ホタテだよ。ホタテが安いってね、たまちゃんに買ってきたんだよ。で、冷蔵庫にずっと入ってた、だから今くれたんじゃない、なんか臭いような匂いがした、洗ってて、たまちゃんヘド吐いたらかわいそうだよね、だから安って買ってきてもやっぱりホタテなんかすぐくれなきゃダメね、食わなかったらね、自分のビールのつまみにしろって言ったよね、そう思いますね。安いの買ってくるんだって、ちょうど、これ買ってきていつんちょも行くんちょも置いたら腐っちゃうよね、そう。
ホタテとビールいいですね。笑うって北斗さんがね、うん、そう本当だね、うん、全くね、うん、いろいろあるね、全くね、うん、こちら、うん、どこかの店長さん、ひやちゃんが長瀞の市川海老蔵はパジャマでってね、市川海老蔵まさか、うん、すごいイケメンですね。お名前変わりましたね今度、うん、市川海老蔵すごいですね、うん、歌舞伎役者でございますね、うん、そうもうパジャマでね落ち着いてテレビ見てますよ、うん、ねえ、サム声持ってったんかさ、座敷でくれて汚されちゃかなね、うん、そうね、こちらバラちゃんこんばんはって、うん、バラちゃん初コメですってありがとうございます、ありがとう。こちら北斗さんが市川海老蔵さんはブレーボーイですってね、そうですよね、はいね、かっこいいですね、うん、そうですね、うん、でもね子供さんはちゃんとね育って偉いですね、再婚してないからね、うん、結構ブレーボーイですよね、うん、いろいろねあってね、うん、勸玄君でしたっけ、うん、頑張ってるね、うん、こちら奈緒ちゃんがこんばんはってね、どこかの店長さんひやちゃんがプレイボーイはパジャマでももうのモテるんですよ、笑うってね、こちら北斗さんが男でね頑張っておられますねって、そうですね北斗さんね偉いね、ね、あのお母さんはまだねいらっしゃるからね、いらっしゃると思うんだけどね、うん、ねえ全くね、うん、偉いですよね、一時プレイボーイでしたけどね、うん、今日は月がものすごく綺麗ですよ、そうなんですか、外が本当どうですか、そんな綺麗なお月様ですか、うん、ねえまだ見てないんですよ、うん、ねえそう綺麗なお月さん見たいですね、ゆうさんね、ありがとうございます、うん、こちらアホさんが海老蔵は2円でどっかの田舎の家買ったんだよ、2円2円ってどういうこと、うん、2円でうちが買えるん田舎の、かおちゃんがお元気ですかって、はい、なんとかね、うん、足と腰が治れば最高なんですけどね、うん、ねえ愚痴は達者なんですけどね、うん、ありがとうございますね、うん、こちらミカチュウさんこんばんは、ミカチュウさんいいねをプレゼントしました、いつもありがとうございます、ミカチュウさんいつもありがとう、ありがとうね、うん、こちらボンチ、あ、じゃない、ボンクラちゃん笑うってね、笑う、おふみちゃんが店長さん、はお疲れ様ですねって、店長さんこんばんはお疲れ様ですってね、ね、こちらね、レモンスカッシュ飲まない、こちらお疲れ様ですね、おみちゃんがね、たまたまこちらどこかの店長さん、ひやちゃんが、おみさん、こんばんは、こんばんは、ね、うん、
今日お月さん綺麗だって。よかったね。うん、ね、お月さん綺麗だって、うん。見たいね。ね。じゃあ歌っちゃおうか一曲。ね、お月さん綺麗だったよ今日は。お月がね、月がとっても青いから遠回りして帰ろう、あの鈴懸けの並木道は思い出の子道をいつも仲良くなんとかつでね、二人きりで赤色ってね、月がとってもいいってよ、うん、ね、二人でね、二人であれだよ、うん、一緒に帰るような時期が良かったね、うん、もうね、二人で帰ってさ、月がとてもいいってね、そういう時代があったね、若い頃はね。今はもうダメだね。ね、お家の中から眺めればね、いいね。ありがとう。ありがとうね。ゆうさん、ありがとうございます。ありがとう。こちら、アクアさん、パチパチ。みーちゃん、みーさんもパチパチね。あ、おふみちゃん、ありがとう、ありがとうね、テイキ、ありがとう。キラキラさんが、よせさん、こんばんは。ナイス、ポチッと押しました。って、ありがとうございます。キラキラさん、いつもありがとうございますね。本当に、いつもね、感謝しております。ありがとう。ありがとうございます。こちら、どこかの店長さん、ひやちゃんが、パチパチ上手いってありがとう、ありがとうね、ルカちゃんが若い頃の思い出は宝物ですかって、ね、そうだね、ね、月がとっても青いからってね、遠回りして帰ろうって、そういうね、若い頃の青春の小気持ちいいですね、遠回りしたいほどね、ね、二人でいたいってことですよ。ね、詩を考えるとね、遠回りして月がかね、ずっと一緒にいたいなってね。今はそんなおばあちゃんおじいちゃんになるとそういう気はないですね。とてもじゃないけどね、自分の体こもるんがやっとでございます。ね、そういう若い頃ありましたよね。ねえ、皆さんそうですね。本当、皆さんまだ若いからいいけどさ、ね、そうだよ。こちら、みーさんこんばんはってね、ふやちゃんがね、店長さんこんばんはってね。こちら、キラキラさん、ゆうさん、どこかの店長さんってね。こちら、キラキラさんってね。こちら、マリアちゃんが、ヨセさん、こんばんはって、いつもありがとうね、マリアちゃんも。ほんと大丈夫？旦那さん大丈夫？マリアちゃんずっと、いや、こちらいつも来ていらっしゃるけど、旦那さん大丈夫かな？ありがとう、ありがとうね。こちら、おふみさん、こんばんはってね。ゆうさんが、キラキラさん、こんばんはってね。こうちゃん、よせさんこんばんは、ナイス押したよって、こうちゃんもいつもナイスありがとうございます、こうちゃんいつもありがとうね、ありがとう。こちら、どっかの店長さん、ひやちゃんが、遠回りするとじじいの運転では事故りますよって、そうだよね。店長さん、そうです。その通りよ。酔っ払い運転でさ、掘り落っこっちゃうよ。昔さ、あの、お風呂よく行ったんよ。満願の湯ってとこへね。怖かったよ。裏道行ってさ、ほらこっちだ、ほらこっちだって私、掘り落ちるよ、つってね。あそこ行くと飲んだんだよね、やっぱりね。
本当事故るよ確かに、遠回りするとね、本当ひやちゃんの言う通りね、本当だよ、こうちゃんが風船5個ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、マリアちゃんがゆうさん店長さんこんばんはってね、こちらひやちゃんが優しいマリアさんこんばんはってね、ね、マリアちゃん優しいね、マリアちゃんはにゃんこちゃん3匹飼ってんだってね、でも自分のお家のねにゃんこちゃんサムネにしないでたまちゃんをサムネにしてくれてるね、マリアちゃん優しいね、ね、本当だよね、ね、旦那さんがあれ消防士って言ってたよね、マリアちゃんね、そう、あの川を見たんだって言ってたね、お父さん川見たきり帰ってこないって、そしたら北斗さんかな、そりゃ心配だなって言ってたね、大丈夫よって帰ってきたよって言ってたもんね、昨日ね、そうだよね、こちらどっかの店長さん、ひやちゃんが優しいマリアさんこんばんはってね、ゆうさんがマリアさんこんばんはってね、そう、北斗さん、あ僕ですねって笑うって、そうだよね、北斗さん言ってたよね昨日ね、そら大変だねってね、お水が多くなってってね、そう覚えてるよみんな、僕です笑うってね、おふみちゃんがマリアさんこんばんはってね、ね、本当みんな覚えてんだよ、おふみちゃんがマリアさんこんばんはってね、マリアさん、北斗さん、おふみさんこんばんはってね、ね、ね、お父さん大丈夫かな、ね、お父さんにご飯作ったのかな、マリアちゃん大丈夫かな、大丈夫心配、マリアさんこんばんはって北斗さんがね、ね、本当だね、まったくね、面白いね、今日はなんでこんなお月さん綺麗なのかな、後で見てみたいわ、旦那さんが作ってくれました、あら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 、いい旦那さんですねマリアちゃん、そうなん、旦那さんが作ってくれました、笑うってね、そうなんだ、すごいいい旦那さんねマリアちゃんね、すごいね、そういうね、いい旦那さんと一緒になってマリアちゃん幸せね、ね、すごいね、すごいよね、いいよね、旦那さん作ってくれるなんて最高だよね、こちら何、あ、北斗さんが僕はパートナーがいないのです羨ましい限りですって、そうですか、北斗さん何、あ、一人であれなの、そうですか、でもこれからねあれですよ、チャンスいくらでもありますかね北斗さん、北斗さんはあのお優しいしね、気持ちがいいから、パートナーはすぐ見つかりますよね、ね、ありがとうありがとうね、こちらマリアちゃんが私風邪気味になっちゃって寝てしまった、あらそうなん、大丈夫なの、今大丈夫、風邪ひいてて大丈夫、無理しないでねマリアちゃん、ね、マリアちゃん無理しないでよね、裸で寝るから、裸で寝る、どっかの店長さんって、あ、クララちゃんがこんばんは、ヨセイさんお元気ですかって、ナイスポチしたよって、ありがとう
クララちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうね、うん、ありがとう、うん、こちらマリアちゃんが大丈夫、熱ないし、そうなの、そうならいいけどさ、うん、無理しないでね、うん、あ、キキちゃんがマリアさん保護猫ちゃんですか、うちもそうですってね、うん、キキちゃんが、うん、保護猫ちゃんですかって、うん、うちもそうですってね、うん、そうね、こちら、うん、ね、うん、マシュマロちゃんがふわふわくまちゃんプレゼントってありがとうございます、ありがとうマシュマロちゃん、ふわふわくまちゃんありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、うん、どこかの店長さんふやちゃんがマリアさん牛霊魂と風邪治るよって、うん、牛霊魂風邪治るよって、うん、クララちゃんがヨシエさんいつもありがとうございます、配信楽しみにしてますって、こちらこそいつも皆さんありがとうございます、クララちゃんありがとう、ありがとう、うん、こちらマリアちゃんが、うん、キキさん、こんばんはってね、うん、こちら、うん、そうってそうです、保護猫ですよってマリアちゃんがね、うん、クララちゃんがメガホンごっこありがとうございます、ありがとうございますね、うん、ハピコさんがナイスってありがとう、ありがとうね、うん、こちら、どこかの店長さん、フィアちゃんどこに貼るの、腰かないやろって腰しかないやろって、うん、あ、そうか、キュウレコン貼るね、うん、そうそう、うん、私キュウレコン貼ってるよ、うん、腰しかないやろって言ってるよ、店長さんが、うん、こちらね、キキちゃんがマリアさん、私もう一匹保護猫ちゃん探してますってね、そうなん、じゃあ4匹になっちゃうんでしょね、4匹だよ、みんな偉いね、うん、保護猫ね、あ、飼ってるなんて気持ち優しいね、みんなね、優しいよ、うん、マツコちゃんが、ナイスね、お、おすますむねって、ありがとう、マツコちゃん、ありがとうね、うん、ありがとう、マツコちゃん、ありがとう、いつもありがとうね、うん、ねえ、マツコちゃんさ、前は間違ってごめんね、ねえ、あちょこちゃんって言っちゃったもんね、ごめんね、うん、ナイス、押しますね、ありがとう、まちょこちゃん、ありがとう、ね、あの、ワンちゃんのアクアさん、元気、うん、まちょこちゃん、ね、いつもね、一緒に寝てるんだよね、ね、かわいいよね、まちょこちゃんね、マリアちゃんが店長さん違うことかと思ったわって、うん、ね、マリアちゃんがキキさん優しいですねってね、保護猫も一匹見つけてるってね、うん、言ってるよ、ね、うん、ね、すごいね、ね、優しい人に見つけてもらえばにゃんこちゃんもね、喜ぶね、うん、今吠えてるよって、そうですか、うん、ねえ吠えてる、うん、ねえ、でもかわいいね、ねえ、みんな生き物ってかわいいかんね、癒されますね、本当にね、うん、うちのタナちゃんはね、うん、私ちょっと面倒見ないねよ、今足がね悪いからね、えタマちゃん玄関開けて出ちゃうんだから、玄関自分でこうやって開けて引っ掛けて、このぐらい開けっぱなし、うん、困ったよ、トイレ行って、う
下を降りるに誰か来ないかなって誰か来て玄関閉めてくれる人いるかなって、私玄関降りるの大変だからね、うん、終わったらやっと閉めたらちょうど、うん、おじいが帰ってきて、ああ今少し待ってればよかったなと思った、うん、開けっぱなしだとねムカデとか入るよ、うん、いろんなもんがね、うん、怖いかんね、うん、ゆうさんがアクアさんプラス、まっちゃこさん、イコールあちゃこちゃんってね笑うって、そうですよね、アクアちゃんプラスまちゃこさんプラスあちゃこさん笑うってね、うん、ねえそうだね本当ね本当ですね、うん、まちゃこちゃんが噛んだ声で吠えてるんだよって、うん、噛んだ声で吠えてる、あそうなん、噛みついたってこと、噛んだ声で吠えてるんだよって言ってるよ、ね、そうなんだ、なんか臭いんだけどこの辺、ホタテの腐った匂い、あ気持ち悪い、タマちゃんに腐ったのくれたんじゃない、なんか臭いんだよね流しが、うんね、そうなんだね、高い声でってことね、そうなん、うん、あれかね、か高い声でね、わわ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 って鳴いてるんだ、うん、ご飯くれたんでしょ、でもねもうくれてあるよね、うん、ねえ、うん、そうなんだね、夜なんかも寝てて泣くことあるんだ、目が覚めるねんじゃね、でも可愛いよね、うん、可愛いねね面白いねこれね、アクアちゃんがワンちゃんでしょ、でまちょこちゃんでしょ、その次が二人揃えてあちょこちゃんだから最高に面白い、これはね、相手にして、あそういう意味ね、寂しいだねまちょこちゃんね、たまちゃんもそういうことあるよ、私が便所へって言うとねこっち来るんだよ、たまちゃんってね高い声で、相手にしてってね、そういうことだ、甘えたいってことだよねまちょこちゃんね、噛んだ声で吠えてるんだよって、そうなんだ、ね、頭撫でていい子いい子いい子、アクアいい子だよってね言ってね、甘えたいとこあるね動物もね、そうだよきっとね、本当だね、かわいいね、かわいいよ本当にね、たまちゃんもそうだよ、私あんまりほら今構えないしね、母言うしね、いつも一緒に寝たんだけど私遅いから寝るんだね、だからね、おじじと寝てるからね、そう相手にしてってことだよね、そう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 なんだよ、甘えてるんだね、そうだよまさこちゃんね、ほんとね、でもかわいいね動物はね、こちらみーさんが生もののホタテボイルしてあったらどうでしょうかって、ホタテボイルしてあげたら、そうだね、ね、そりゃそうだね、ボイルしてればね、火入れてね、そうすればね洗ってたよなんか、ね、そうですね、じじいと寝ると
イケメン好きですねって、じじいと寝るとイケメン好きですねってひやちゃんが、そういつも抱っこして寝てるよ、うん、そうね、まつこちゃんが、ゆうさんお疲れ様、そうなんですってね、ゆうさんお疲れ様、そうなんですってね、まちょこちゃんこんにちはって、おふみちゃんがね、おふみちゃんがまちょこちゃんこんにちはってね、ね、ありがとう、デイキーありがとうね、ありがとう、おふみちゃんありがとうございます、ありがとうね、おふみちゃんこんばんはってね、ありがとうね、ちょっとちょっと飲むかね、ちょっとの喉がね、うん、あーこれでよいしょ、うん、今9時、うん、9時になるとこ、うん、昨日の嵐が去り、うん、明日はいい天気になりそうですね。そうですか。あ、今日だ。うん、今日の、じゃね、昨夜だ。うん、嵐が去り、うん、明日はいい天気になるんですね。そうですか、北斗さん。うん、じゃあまだ梅雨じゃなくて、嵐の影響だったんですね。多分ね、うん、そうですね、うん、あ、ミッキーさんが、よせさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、ミッキー様こんばんはね、うん、卵を茹でましょうか、もうそろそろね、うん、ね、卵を茹でようかね、うん、ね、月が綺麗なのも空が澄んでるからでしょうねって、そうですよね、そう、あ、ミッキーさんありがとう、ナイスに来ました、ありがとうね、ミッキーさんナイス、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうございます、ゆで卵、ゆでたかなってまだなんだよ、まつこちゃん、ゆでるかね、でゆでてさ、あの、お水で冷やしとくんだよね、そうだよね、うん、火つけますか、そろそろね、うん、昼間やるっつってね、うん、やんなかったからね、うん、そうだね、うん、こんなにうんとありゃしねえんだよ、ただやるだけだからね、ゆで卵って生から入れるんだよね、ゆで卵ね、生から入れるんだよね、うん、そうだね、うん、そうだよ、生からね、やってみる？じゃあね、よいしょ、ゆで卵だってね、生からゆでてさ、よいしょ、ゆで卵ね、よし、これで沸騰すればいいんだよね、動作してさ、これでやればいいんだよね、うん、簡単なんだよね、割とね、うん、あいつどっ、あ、猫の餌か今ね、うん、沸騰するのを待ってればいいってことだね、うん、
じゃあ換気扇つけとくね。換気扇つけて。よいしょ。ゆで卵なんて簡単だよね。私知らなかったけどさ、友達に教わったのよ、うん、ゆで卵も分かんなかった、うん、換気扇入れて、砂時計か。沸騰したら弱火で砂時計だな。水つけとけばいいんだよね。もっと皮むけるんだよね。よいしょ。おいで、砂時計か。よし。こんなん簡単だよね。ゆで卵なんて料理のうちに入らないけどね。沸騰したら弱火で、中火で。やればいいんだね。砂時計ね。これたまちゃんの、たまちゃんの家のも洗っとったよ。ありがとうね。よし、これでね。お料理のうち減らねえな、ゆで卵じゃね。ゆで卵じゃお料理のうち入らないよね。沸騰しないとダメだからね。沸騰しないと。100円ショップの鍋だよ。
薄く。沸騰したら、まだ沸騰しねえな。ありがとうね。あらあらあら。ありがとうございます。ありがとうね。皆さんに卵を見せてもしょうがないね。卵はね、卵は誰でもできるからさ。うん、で沸騰したんか分かんねえとこもある。すごいでいいね。はい、ありがとう。ありがとうね、こちら。さあ、あら、キツネさん、ありがとう。コメントが読めなくなっちゃった。ヨセさん、こんばんは。ナイス、押しました。で、ナナちゃん、ありがとう。ポポポポちゃん、ゆで卵をいつ沸騰させて、8分で半熟。あ、8分で半熟なん？あ、そう。私、5分ぐらいかと思った。そう。うん、あ、そうなんだ。時間があるね。うん。蓋をしてないから、なかなか沸騰しないですね。って、そう。うん、笑う。って、そう。蓋使わないんですよ、私。うん、何個茹でるんって、たったの2個だよ。2個しかない、残りが、うん、残りをやってるん、キツネさん。うん、三田園さん、お寿司、うん、美味しそう、何か作るのって。うん、お寿司、うん、お寿司買ったやつ、うん、つけろく寿司、うん、そう。ミッキーさんが、ゆで卵を作って何か作るのって、そうじゃない。ただゆでて皮むいて食うだけだよ。こんな簡単なお料理ないよ。ね、そうだよ。ね、沸騰したかさ、見てみる？あいた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 、気つけて。ああ、だめだ。ここ火がついてるとね、持てねえんだよ。ああ、ちょっと待ってね。火がついてるとね、ここ持つとこないんだ。今度が暑いのよ。腰が痛い。腰が痛い。気をつけて。って、ありがとう。ありがとうね。よっこいしょ。まっすぐ立たないとダメね。うん、やっぱり沸騰まで見てないとダメかな。皆さんに卵を茹でるの見せてもしょうがないもんね。卵なんか簡単だもんね。簡単だよね。ちょっと強火にするね。強火にするね。ね。あ、沸騰してきました。沸騰してきました。こうしたら中火にするんだよね。沸騰したら中火にして、8分。じゃあ約これ3分だから3回やればいいね。砂時計、うん、こんな簡単なお料理ないよね。料理のうち入んないね、これにはね。ね、2個しか入ってないよ。ね、2個しか入ってないよ、鍋に。ね、今沸騰したからね、弱火にしてね、この砂時計が3分だから、だいたい3回サザンガキブだからね。
ちょうど買ったのが2個しかなかったんよ。いろいろ使ったからね。それで水で冷やせばいいんだよね。ね、こんな卵茹でるの見てもしょうがないよね。話した方がいいね。こっち向けてね。コメント読んだ方がね。コメント読んだ方がいいでしょ。ね。私砂時計見てるから。ね。これ3回ひっくり返したいんだよね。よし、これで。座るのが大丈夫か。よいしょ、座れた、よかった。 ありがとう、こいめちゃん。師匠しないでね、ありがとう。ゆうさんが笑うってね。みつきさん、無理しないでね、ありがとう。みたえんさん、おやすみなさい、明日も見るよ。ありがとう、みたえんさん。ありがとうね。茹でるのを移した方がいいよ。それじゃあ、ほとんど雑談と変わらないって、しんご。そういう方するの、あんた。こんな茹でるの見せるったって。あなた、茹でるの見せた方がいいんだって。ね。あとこんな見てたってしょうがないよね。お料理作ってるわけじゃないもんね。お料理作ってんじゃないもんね。しょうがないじゃないね。あ、空になった。これ2回、あと1回。こんな見たってしょうがないよね。茹でてんのね、料理じゃないもんね。茹でてるだけだもんね、そう思うけどね。8分って言ったからさ、これ3回、砂時計3回になるまでやればいいんだよね。熱いよこれ。じゃあこれしゃがんでていいんかい。私は立ってるの大変だよ。よいしょ、砂時計が3分だから3回だね。もう少しだね。これで6分になるとこだ。砂時計終わるな。
終わったかな。よし、これで2回目。もう1回吹くんです。ゆで卵じゃ料理のうち入らねえよね。もう大丈夫かな。大丈夫かな。もう終わるね。サザンが9分だからもういいでしょ。8分って言ってね、半熟が8分って言ったんだっけさっきね。じゃあ9分やろう。もう終わり。 OK、 OK だね。こんな簡単なもの。ああ、オッケー。これでオッケー。さあ、もうすぐ、はい。これでオッケーですね。どうだ、あっちいから、こう掴まれないから困った。これがね、熱いんだね、この縁がね。この縁使って、こう切るんだけど。ああ、ダメだ。起きられるかな。ああ、ここに捕まんないと起きられない。暑いな、これどこに捕まったり。ああ、ああ、起きられた、よかった。よいしょ。さあ、じゃあこれで、あとは冷やせばいいんだよね、お水でね。さあ、砂時計を片付けて、冷やせばいいんですね。よし、これ、砂時計。
さあこれでいいんですね、もうね。これを止めて。よし。これ冷やせばいいんだよね。これ鍋持てるかな、チンが。持てるかよ、私にこの鍋が。危ないでな、やけどして。持てねえな、このぐらい。よいしょ。あらあらあら、熱い熱い、途中置いてだ。いっぺんに持ってきれいね。よいしょ。よっこい。あっち、顔にお湯引っ掛けちゃったよ。参ったな。焼けましたね、これじゃ。こういう人たちですね、焼ける人に困ったね、塩をつける。少し冷や、あれでしょ、冷やかしといて食べればいいんだよね。おいしいんだよね、冷やかしといて。おいしい、これいいんだ。そっちテレビ見てろ。あ、テレビ見てんの？ねえ、寝てるん？寝てる？テレビあれだな、電気消してくんね、そろそろ。そろそろ電気消してくんねえかね。申し訳ねえけど。あ、危ねえな、これな。やかんをそっち持ってきてんだけど、こぼしたら大変。重いからね、危ないから。弱ったな。あ、足が悪いって大変だね。やかんをそこへかけとかなくちゃ。危ないよ、コンロが熱いから。よいしょ。持ってきないんだよな、そこまで。よいしょ。こいしょ。どうでいいか。そっち、もしあれだったら、あ、電気しといて。寝てるんだったら。全然ね、昨日もずっとね、無駄な電気だよね、っていうのに。こういうとこちゃんとしなきゃダメよ、人間。ダメだね、言わなきゃできねえんじゃん。どうしようもねえや。よいしょ。皆さんごめんね、卵ないのにめった向こう向けといてね、今ね、うん、よっこい、よいしょっと、よいしょ。
か。じゃあ食べてみる。皮むけるかな。むけるかな。夜間かけとかないとさ、危ないでしょ。ここ暑いからね。危ないよね。手ついたらね。さあ、これでんじゃ、こっち向けます。ね。ゆで卵だよ。食べてみる？私食べてみようか。ね。うん。何？ゆで卵で。110名見てくれてる。ゆで卵でこんなに、うん、ありがとう、うん、皆さんよろしかったらナイスよろしくね、うん、こんなに見てくれてるんだ、ありがとうございます、ありがとうね、うん、こんなにただのゆで卵で118名も見てくれてる、ありがとう、ありがとうね、うん、よろしかったらナイスよろしくね、ありがとう、うん、120、うん、4名さんありがとう、うん、よろしかったらナイスよろしくね、ありがとうね、今ね、今剥いてみるね、ちょっと待ってね、ゆで卵でこんだけ来るの、こんなでゆで卵でありがたいね、うん、おじいさん電気消してよ、わかんねんかい、よしこれでさあ、あとなんだ、卵か、卵皮むかなくちゃだね、よしこれで、よいしょ、寝てるんじゃない、まったくのんきでいいな、のんきだよな、のんきでいいな、のんきでのおじさん、今皮むいてね、うん、あ、綺麗にむけるよ、皮が、あ、上手でできてるよ、やだ、割と綺麗にできてる、やだ、寝てるに電気つけてるんかい、おじいさんも気がつかねえな、なんて気がつかねえんだろうな、さあできた、ちっちゃい電気にしてください、悪いけどね、はい、よく見てるよ、はい、できました、はい、できました、できましたよ、ね、こんな簡単なのね、簡単すぎるね、これじゃあね、うん、簡単だよね、こんなのね、ゆで卵ね、はい、できました、ありがとうございます、こんな料理のうちは入らないけどさ、でも嬉しいね、こんなに見てもらってね、ありがたいね、うん、
110何名見てんのよ。ありがとうね、皆さん、ありがとう。よせさん、腰痛いのに声楽がいかないのって、うん、いたこさん、いたこさん、うん、整形外科じゃなくね、あの内科行っててね、うん、そこにも整形外科あるけどね、うん、あの急霊魂っていうのは貼ってんのよ私ね、うん、結構ね治るんだよこれ、ずっと昔からねやってんのよ、うん、ほらこんな綺麗にできたよ、ほら綺麗に剥けた、ツルツルよ、ほら見てこんな綺麗ね、全然傷ついてないでしょね、うん、こんな綺麗にできたね、ね、簡単だね、こんなの料理のうち入らないよね、ありがとう、ありがとうね、皆さんありがとうございます、ありがとうね、112名の8個目の方ありがとうね、ありがとう。血液外科ね前行ったんですよ、そうしたらさレントゲン取ってもらったらね、どこもどうもしてないって、水だ水だって抜かれてね、抜かれるそばからあ痛みがね走ってね、足の甲までパンパンに腫れちゃった、それからね整形外科怖くなっちゃってね、行くたんびね抜かれてね、まあ、あのその前よりひどくなっちゃって、足が石膏で固めたような足になっちゃったんだよ、だからねあのいろんなとこ行ったよ、うん、でも軟骨はすり減ってないって言われたね、うん、みちさんが腰が痛いのは辛いですねって、そうなんですね、綺麗に北斗さんが綺麗にゆで卵できましたねって、おいしそうよねって、そう、うん、おふみちゃん同じ、綺麗ツルツルだってね、うん、そう剥き方上手でしょ、うん、どこも傷なってないよ、ほらほらね、うん、綺麗に剥けたね、これで食べてみようかね、うん、ありがとうありがとう北斗さん、うん、アクアさんコメントですね、笑うってね、ゆで卵でしたねって美味しそうねってね、ありがとうありがとうね、うん、ちょっとね塩かけてね、うん、簡単よねこれ、料理じゃないわね、うん、ゆで卵ね、うん、ゆで卵だよね、キャンドルちゃんゆで卵大好き、そうですか、うん、ほんと白身がねいいんだってね、うん、ハゲみたいに映ってまツルツルですねって、そうハゲみたいよね、うん、ツルツルだよ、傷どこもついてないね、あら映っちゃない、見てこの綺麗さね、うん、ほらこんな綺麗ね、全然傷ついてないでしょ、あのねお水でつけてねやったらね、昨日、うん、2個も食べちゃいました、あ2個食べた、そう、うん、ね美味しいね、うん、あんまりね私もゆで卵ね食べことないんだけどさ、ちょうど2個余っててね、うん、何かに使った方がいいよっつうから、ああそうっつってねやったんだけどね、うん、お料理のうち入らないけどねこういうのはね、うん、ね、じゃあ食べてみるね、卵も今は高い材料です、そうですねほんとね、うん、食べてみるね皆さんね、食べますね、うん、ほら黄身もね、うん、見てね、うん、
よせいさんこんばんは、今日もナイスおします、ありがとう、ありがとうね、じゅうさん、うん、それを卵サラダにしてサンドイッチにのせたらよかったのって、うん、そうだね、うん、そうすれば綺麗だね、うん、あら美味しそうってみちさんが、うん、塩が美味しいですねって大好きですってね、うん、本当美味しいですよ皆さん、うん、最高ですよこんな綺麗に、うん、今日はアンチ来ましたかって、うん、来てないですね今日はね、うん、来なかった、うん、美味しいよこれ、うん、卵ってね割とね、うん、前安かったけど今高いからね、うん、美味しいね、うん、うん、この白身がね栄養があるんだってね割とね、うん、これがね、うん、美味しい、うん、いっぱい食べて栄養つけましょうってね、板子さん、うちのおばあちゃんはもう寝てます、よせいさん、夜更かしね、うん、そう、どうぞね、そう、美味しいよ、うん、ミルキーさん、今日の晩ご飯卵だけですかって、違う、まだね、あのスケロク寿司がある、うん、Jさんがしましまエッグプレゼントありがとうございます、ありがとうございます、これだけじゃないよ、うん、ね、うん、おいしい、うん、あ、いつもありがとう、うん、じゅんちゃん配達トラックくんこんばんは、うん、ナイスポチ、いつもご苦労様ですって、いやこちらこそ、じゅんちゃんいつも、うん、お仕事ご苦労様です、いつもナイスありがとうございます、ありがとうね、うん、おいしい、ね、ブラジルの養鶏場、うん、でもあ、インフルエンザ発生したらしいねって、日本の食品メーカーってね、悲鳴ってね、だから卵高くなるんだね、うん、ね、うん、ジェイさん、ロクスケ寿司ってスケロク寿司だって、うん、ね、ね、おふみちゃん、水飲んだ方がいいよ、ありがとう、うん、美味しかったよ、一つ食べたけど、うん、あとはフライドチキンの残り食べなくちゃでしょ、まだこれ、これ食べなくちゃ、ほらフライドチキンね、これで十分ですよ、卵とねスケロク寿司を2つ食べたでしょ、海苔巻きとね、もう十分だよね、こちら翼さん、いつもありがとう、こちら、よせいさんにナイスに来たよって、ありがとう、ありがとうございます。ね、翼さん、いつもありがとうございます。ありがとう。北斗さんが、六助さんを思い出しますねって、笑うってね、スケロク寿司って似てるねって、うん、ね、ポポちゃんが、今日も北海道のスーパーは、卵の、うん、卵の総粉線ですって、そうですか、うん、そうなんだ、うん、みんなトリッコで買ってるんですね、うん、そうなんですか、高いでしょ、300円ぐらいします今ね、うん、美味しいね、ゆで卵がたまにはいいね、うん、本当だね、うん、あんまり食べたことないんだけどさ、美味しかったな、これも料理のうちなんですかね、ね、慎吾さんのおでこ、ゆで卵みたいに丸くてツルツルですねって、そうですね、うん、本当ね、うん、本当だよね、うん、こちらありがとうございますね、ゆで卵を作りました、
ありがとう。ナイス増えたかな、少し増えたかな、よろしかったら、よろしかったらこんなゆで卵ぐらいでナイスを、ナイスって言っちゃ申し訳ないですけど、よろしかったら約3名の閲覧の方、少しでも少しでもよろしくお願いします、お願いします。あ、いたこさんナイスしたよ、ありがとうございます。こちら妻陽次さん、よしえさんこんばんは、初コメですって、ありがとうございます。妻陽次様ありがとう、よろしかったらナイスよろしくお願いいたしますね、ありがとう、ありがとうございます。こちらくまちゃんが、あ、Jさん料理配信だとナイス多いですよねって、料理配信ってもさ、卵を茹でただけだよ、Jさん、ありがたいね、こんなにねナイスいただいてね。くまちゃんが、よしえさんのゆで卵ナイスポチッと、ありがとうございます。くまちゃんありがとう、ほのかちゃんも、よしえさんこんばんは、ナイスしました、ありがとう、いたこちゃんがナイスって何になるんですかって、ナイスはねいろいろねあるんだよ、ナイスってさ、あの順位があって、うんとナイス集めた人、あのふわっちの経営運営があのね賞金くれるんだよ、ふわっちの運営がね、ね、そうなの、そういう設定になってるのね、ナイスって右下のねボタン、手のマークのボタンを押してもらうといいのね、ありがとう、ありがとう、あ、おふみちゃんありがとうね、789ナイス、ありがとうございます、ありがとうございますね。ひねとんさん、よせさんこんばんは、ナイスしました、ありがとう、いつもありがとうございます、こちら、こんばんは、こうなんて読むの、ジョジョさんっていうかな、なんて読むんだろう、ごめんね、こんばんはってね、Jさん、長瀞のナイスの女王、とんでもないですよ、ありがとうございます、ありがとう、あ、6ナイスで800だよ、ありがとう、ふみちゃん、ありがとう、よかったね、ありがとうね、皆さんナイスよろしくよろしくお願いしますね、ゆで卵ぐらい、ゆで卵をゆでたぐらいでナイスナイスって言っては申し訳ないんですけど、よろしくよろしくお願いいたします、お願いしますね、皆さんありがとうありがとうね、ありがとう、でもねゆで卵でも閲覧多少増えるんだね、たまげたね、ね、料理配信ナイス増えますねってジェイさんがね、本当だね。こちら、ゆかりんちゃんが、シンゴは女のとこですかって、女じゃなく今うちにいますよ、女のとこへ行かないと思います、ね、ボロボロの服着てますから、あれじゃ恥ずかしくて女のが相手にされませんよ、ね、なんか着てるんだけどこの辺ひっきれたようなの着てますよ、ね、ゆかりんちゃんありがとうございます、ありがとう、うちにいます、女はいないと思いますよ、ね、ゆかりんちゃんがありがとうございます、いいねしました、ありがとうね、ゆかりんちゃんありがとうございます。マリアちゃんがボロボロって、そう、あの子ね割とね着るもんボロボロに引き入れたの着てるよ、女と会うんじゃあんなボロボロ着てないと思うんだよね。今日はね洗濯行ってきた、コインランドリーにたまってね、洗濯行ってほんで帰ってきて、夕飯食べてきたんじゃない、今部屋にいる、どっちも部屋にいるよ、
おじいはどうしたんだい、電気は。慎吾さんの猿股に穴が開いてるんだよねって。そうだよ、私は体がボロボロですよって。おふみちゃんね、私もそうなのよ。おふみちゃんね、本当ですね。ねえ、おじいどうしたんだいね、電気つけて寝てるんかね、おかしいね、ずっとつけっぱれじゃ困るからね。ねえ、そっち起きてる？起きてたら電気消しくんね、もうそろそろ。悪いけど。ねえ、ねえ、テレビと両方じゃ。ねえ、申し訳ない。電気を消してくれい。だっけ。金が足んねえつんだ、KJさんなんだっけ。忘れちゃった。電気を消してくれい。消したらつけないで、電気量が足んねーだよね。ジェイさん、ありがとう、ありがとうね。電気を消してくれ、消したらつけないでね。ね、電気量が足んねー、足んねーだよね。本当だよね、今電気量も上がったからね、バカになんないよね、本当ね。あやにちゃん、グリフィスが悪いけど笑うってね。みんちゃんが、よせいさんこんばんは、明日ディズニーランド行くんだけどって。年高くて通行止めだよって。そうなの、明日ディズニーランド楽しいね、お子さん喜ぶでしょうね。そうなん、ジェイさん、電気の歌面白いってね。マトちゃんがウケる、笑うってね。おふみちゃんもたまったもんじゃねえ、ね、本当だよね、ねえんだよねってね、本当だよね。あにゃってさ、電気こうこうと一人でつけてテレビ見てられちゃ困るよね。そうだよ、余生さんが風呂に入らない水道代がかかるからですねって。そうだよ、みんな私だもんね。北斗さんが、長瀞の福山雅治の髪は毛を下敷きでこすって静電気をだけ足らねえって、電気代が足らねえってね。そうだね、静電気だけじゃ足んねーってね。髪の毛を下敷きでこすって静電気だけじゃ足んねー、電気代が足んねーだよね。北斗さん、ありがとう、ありがとうね。長瀞の奥山雅治笑うってね。いた子さんが、妖精さん無理しないで寝てください、ありがとうございます、ありがとうございますね。ほんと足んねえよ、ほんとね。ね、聞こえねえかね、つんぼかい、一回言ってくれか、ムカつくから。こちら、長瀞の福山雅治、今日もワールドビジネス見てるんですねって。見てねえよそういうのは、ワールドビジネスは縁がないんじゃないね、ああいうのは、多分縁がないよね。そうね、今日は元気に、おはようさん、相原さんと毎晩いるって本当ですかって。何、毎晩何いるってって、なんだか意味がわかんねえ。メアニー・グリーストさんがガツンと怒ってきてくださいってね。もう一度電気の歌を歌いましょうってね。ね、もう忘れちゃったよ、じいさん。はるちゃんが、よせさんこんばんはって、ありがとう、はるちゃん、いつもありがとうね。フジマートのビジネスに気になるんですかねってね。ねえ、
ビジネスに気がなるような頭は持ってないわよ。酒飲みのノータリンジジイで頭くるくるパーだよ。ね、酒飲みのノータリンジジイで頭くるくるパーだよ。そうだよ、北斗さん。笑うってね。マトさんが、つんぼうなんだんべ。そうだよ、つんぼうなんだよ。そう、おふみちゃん、頭下敷きでこすって、言って聞いてよってね。はるちゃん、今夜夜勤しますって。あ、大変だね、はるちゃんね。で、あれだよね、あそこ行って介護施設だよね。はるちゃん大変だね、夜勤偉いね。あー、偉い偉いね。 J さんが、頭がくるくるパー、笑うってね。いい加減くるくるパーが、酒飲みはよっもっとくるくるパーが増えるわよね。くる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 パーになっちゃうわよ、酒飲んでますからね。普通のくるくるよりもっとくるくるパーになっちゃうわよ、ね。電気を消してくれ、電気を消してくれ。消したらつけないでね、電気量が足らねー、電気量が足らねー。聞こえたかさ。そうですよって、頑張ってきますよってね。はるちゃん頑張ってね、いつもね。ね、偉いね、頑張ってね。こちら、いたこさん、妖精さんがどんどんコラボして、慎吾さんの部屋を片付けてたら良いですよって、こちら北斗さんが、ウケる笑うってね。はるちゃんが、妖精さんありがとうってね。ね、気をつけ、頑張るね、はるちゃんね、偉いな。うちはね、両方くるくるパーが2人いるから、はるちゃんみたいなね、夜勤して頑張るね、人を見てると、うちの男たちはなんてよたっぺのね、くるくるパーかなーって思いますよね、両方がね。すっからかんのおかんだよ、頭がすっからかんのおかんね。すっからすっからカン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 だよ、もうどうにもなねえ。ほんとだよ、くるくるパーの相原ってね、略してくるはらくるはらってね。おふみちゃん笑う、あははは、は面白いってね、面白いよね、笑うって。北斗さんね、いるんかね、見てくべか。妖精さんは男2人と猫、ね、を1匹を扶養してるんだよねって。そうだよ、私が扶養してるようなもんだよ。あのんちゃん、もう作ったんですかって。作って今一つ食べましたよ、ツルツルですよ、皮むきが。私几帳面だからね、割とね、こうぐちゃぐちゃにしない、綺麗に剥けたよ、美味しかったよ、塩ね振って今一つ食べました、美味しかったね、あ、マトちゃんが、僕も片付け協力しますよって。ありがとうございます、ありがとうね、マトちゃん、ありがとうね。まったくどっちもね、猫のうんこがあっても取らねえだよ。こないだのうんこは取ったけど、昨日雨降ったからまたうんこした、ね、そう。あ、こちら天然水さんが、こんばんは、初コメです、ありがとう、ありがとうね。初コメの方、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いします。 J さんが、坂東エイジさんはゆで卵が好物みたいですよって。そうですか、ありがとう、キキちゃん、ありがとう。妖精さんが、とても
大好きで仕方ないよって。ありがとうキキちゃん、ありがとうね、うん、ありがとうキキちゃん、もう十分だからね、うん、ね、お金自分のために使ってねキキちゃんね、うん、ほんとキキちゃん好きだよ私、ありがとう、いつもありがとうね、かわいいねキキちゃんは、ありがとう、うん、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥビルゲイツソフトバンクソンマスヨシハート花火ハート花火、ありがとうありがとうねキキちゃん、ありがとうありがとうねキキちゃん、ありがとう。キキちゃんはねあれだよ、優しいんだよすごいね。今ねにゃんこちゃんね保護猫ね一匹ね探してるんだよねキキちゃんね、気持ちが優しいよね、すごい優しいね。おふみちゃん、キキちゃん花火ありがとうございますってね、ジェイさんお前がお前がってね、キキちゃんおふみさんありがとうってね、マリアちゃんが花火ナイスってね、あこちら北斗さん僕には見えてません笑うってね、キキちゃんあマリアさんありがとうってね、こちらおふみさん、キキさんここに来る人皆さんヨセイさんが好きだから来てるんですよね、ヨセイさんありがとう、おふみちゃんありがとうね、ジェイさんがヨセイさんは長門のゆで卵職人ってね、そうだよ、これ私はね即席ね即席料理人ってね前ねお手紙いただいたわよ、即席料理人だって。そう言われれば確かにそう、味噌汁もあまり作んないね、即席の味噌汁買ってね何でも即席、ご飯も煮ない、チンするご飯ね、でもしょうがない、足と腰痛いからねできない。これが普通にね動ければね、私米も研いだことありますよ昔ね、でも状況でできないね、だから今は即席料理人って言われてもしょうがないなと思いますね。ありがとうありがとうね、そんなもんですよね、皆さんありがとうございますね、本当ありがとう。こちら北斗さんが長瀞の福山雅治さん、と湯で消えちゃったよ、わかんない、あごめんね、ナイス押してなかったら押してくださいお願いしますってね、0時になると消されてしまうんでよろしくお願いしますって、おふみさんありがとう、ワイパーちゃんがこんばんは、もうゆで卵作ったの、作ったよ食べましたよワイパーちゃん、美味しかったよ、本当にねすごい美味しかった。おじ消したかった、まだ消したね、ね、どうしたんこれ、腰痛でも頑張って料理してる姿はとても励みになりますって、ありがとうジェイさん、ありがとうございます、ありがとう、そう今少しね腰が良くなればねいいんだけどね、さっきね、おちこ垂れてたからねトイレにね、スリッパで踏んづけちゃ困るからさ拭こうと思ったんだよ、おいでねトイレットペーパーでこう拭こうと思ってもう一回濡らして拭くんだよね、こうしたらねズケーっとしてさ前へこうにかがんだまま立てなくなっちゃってね、その時ちょうど相原がいて、悪いけど立たせてくんない、ダメだ腰がギクッとして立てねーっつってね、こうして立たせてもらったら、今度は立たせてもらったらいいけど今度は後ろにそっくり蹴りそうになっちゃってさ、それじゃ困るよ今度は後ろに倒れちゃうよって感じでね、こうしたらねちょうど救急車が来てさ、
うちの裏の裏のうち、私よりね一つ下なんだけど、そのうち来たって相原が見てた。ケーキちゃんどうしたのね、ケーキちゃんすごい、どうしたの、こんばんは、ゆで卵、あの救急車来たよ、ね、腰ありがとうね、キキちゃんが、私猫ちゃん大好きですってね、キキちゃん、そう猫ちゃんかわいいよね、優しいんだねキキちゃんはね、ありがとうキキちゃん、ありがとうね、今日すごいよね花火が、キキちゃんだい、お金自分のために使いなさいよね、キキちゃんね、ね今日すごいよ、本当にね、あお前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、ハート花火、ハート花火、ありがとうございます、ありがとうキキちゃん、ありがとうありがとう、にゃんこ大好きでね、ありがとうありがとうね、キキちゃんね、ね、キキちゃんお金自分のために使いな、ね、ね、そうだよ、ね、ありがとう、北斗さん、こちら、あれが流れちゃったよ、あの、なんだっけ、コメント、ごめんなさいね、ごめんなさい、ちょっと見えない、こちら、お好み、お好み、やきさんがナイスしました、ありがとうありがとうございます、お好み焼きさんもいつも遅い時間出てくれますね、12時過ぎにね、今日は早いね、ありがとうございます、お好み焼きさんナイスしました、ありがとうありがとうね、リードみたいなモップなかったかな、あったらそれがいいよってね、そうですか、ありがとう、そっか、いやリードあるよ、あのこういうあのトイレ拭くやつでしょ、ある、だからさ、おちっこちゃんと垂らしたら拭いてねって言っといた、ね、腰かがめないもん、こちら、あさみちゃんいつもありがとう、よしえさんこんばんは、今日のナイス押しましたって、いつもあさみちゃんありがとうございます、ありがとうございますね、本当皆さん本当にありがとう、ナイスありがとうございますね、こちらまーちゃんが、よしえさんこんばんは、お疲れ様です、ポチッと押しました、私も腰を痛くしたことあるんで、よしえさんの辛い気持ちがわかります、そうなんですか、まーちゃん若いけど痛くしたことあるの、なんかうんと若いくね、若い方だけど、そうだよね、あのギクってくるんだよね、初めは何でもなくってさ、ちょっとこう曲げすぎるとギクってくるよね、痛って感じだよね、立てなくなっちゃってさ、どうしていいか分からなくなっちゃってね、そう怖いねあれはね、ありがとうまーちゃん、ありがとうね、あ北斗さん、あららら喋ってたらまた流れた、ごめんね北斗さん、ほんと名前分かるんだけど、こちら J さんが、あら J さんのも流れちゃった、早いね流れるの早い、こちら、まーちゃんこんばんは、いつもナイスありがとうって、おふみさんありがとうございます、ありがとう、46さん、よせさんこんばんは、ナイス押しましたって、いつもありがとうね、46さんもいつもありがとうございます、ありがとう、ずっとありがとう、キキちゃんどうしたん今日は、こちらまーちゃんが、ぎっくり腰になってって、あそうですかまーちゃん、消えちゃった
ごめんね、うん、キキちゃんがハート花火プレゼント、ありがとうございます。キキちゃん、まったくどうした今日、大丈夫かキキちゃん、自分のためにお金使ってね、ね、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、ありがとうございます、ありがとうございますね。キキちゃん、ハート花火、ハート花火、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね。Jさんがくるくるパーのじいさんはってね、うん、まーちゃん、おふみさん、ありがとう。ワイパーちゃんが花火ナイスってね、46さん、花火ナイス、お前がお前がありがとう、うん、こちらゆみたん、よせさん、こんばんは、いつもありがとうございます。ゆみたん、ナイスポチッ、ありがとうございます。ゆみたん、ありがとうございますね、いつもありがとう。まとちゃんが、僕秩父に住んでるんで、今、うん、何今、うん、した何手作り餃子届けます。僕秩父に住んでいるんで、今何今度手作り餃子を何届けますって。いやいや、まとちゃん、まとちゃん、気持ちだけで結構ですよ、うん、まとちゃんね、あの自分で食べてね、うちは気持ちだけで十分ですからね、ねね、自分で食べてね、本当お気持ちだけいただいておきますね。私もね、あれなのよ、あのちょっとね、体が弱いもんでね、ピンポーンってなるとね、あのパーってちょっとね、お嫌いな時あるね、本当にお気持ちだけで十分でございます。ありがとう、ありがとうね、本当に。46さん、笑うってね、ミスターさん、わしわげ、こういう人って本当に何来そうで気持ち悪いよねって。Jさんが、よせさん、早く元気になってほしいってね。おふみちゃんが、マリアさん、お疲れ様でした、またね、大事にお休みくださいってね。ね、あ、マリアちゃんね、マリアちゃん気をつけてね、大事にお休みくださいってね。カレー、マリアちゃん、お大事にしてくださいってね。猫ちゃんのお世話も大変ですけどってキキちゃんがね、そうだよね、マリアちゃんね、ちょっとね、具合悪いんだね、無理しないでね。マリアちゃん、ありがとうね、ありがとう、いつもありがとうね、こちらゆっくり休んでね。柏木ちゃんが、いや、リスナーの手作り餃子なんか気持ち悪いだけじゃん、ここで言わないと本当に来ちゃうよって、まあね、だからお気持ちだけでね結構ですね、気持ちありがたい、確かにね、私ね今そういう状況ではないんですよ、来てもらってもね、本当にね、皆さんにね、なんかして、なんて言うんだろうな、お茶とかさ、あの紅茶とか、丈夫だったらできるけど今何もできないから、私ね、ピンポン鳴ると恐怖感ある時あるんです。誰かさーとかね、まるっきり一人だとね、誰かいればいいよ、二人のうちね、誰もいないと私ね困るんだよね、だからね、なんか、お気持ちだけで本当に結構なんですよね。
よろしくお願いしますね、うん、よろしくね、ほんと、J さん、若い頃の吉江さんは柏木由紀に似てるってね。いやいや、そんなことないですよ。北斗さん、そこまで言わなくても良いと思います。マトさんってね、こちら、うん、柏木さん、家に行こうとする方が失礼だし、本当にこの家は来るから笑うってね、うん、こちら柏木さん、来ない来ないだだって、リンゴジュース持ってきたアホなリスナーがいたよねってね。Jさんが、おしっこ大丈夫って、うん、大丈夫だよ、うん、大丈夫ね、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね。ね、うちもね、あまりいただいても食べられない、ほんとね。うちもね、そんなに食べないから、うん、ここにもね、あれがあるよ、きゅうりつけるやつ、うん、きゅうりつけるやつが置いてあってね、きゅうり3本外にあった、うん、ほんでつけるやつ、私つけ方わかんないから、どうぞここ置きっぱなしだよ、うん、ね、うん、ありがとう、キキちゃん、うん、おちっこ大丈夫って、うん、ありがとうよ、うん、ありがとうね、キキちゃん、うん、ありがとう、うん、ねえ、ジジイは電気消した？消さね、どうしたん？おかしいよね、ちょっと言ってきようか、ね、うん、言ってくるね、こんなにね、うん、ありがとう、ね、ちょっとね、今日はね、腰がね、いつもより腰やられてるからね、さっき慎吾のおちっこ拭いてね、やられちゃってるから、あそこまで行き着くかな、大丈夫かな、困ったね、いちいち言わないと。じゃねえ、起きてる？電気消してくれ、そろそろ。もうそろそろ寝るから。もうそろそろさ、テレビ見ててもいいけどさ、ついでにおちっこしちゃおうか。行ってくるね、おちっこね、うん、立ったついでだからね、行ってくるね、悪いね、悪いね、立ったついでだから行ってくるからね。話題だって大変だからさ、はあ、みんな何の苦労もねえからいいやな、高校と電気ついてテレビ見てるだけ十分だね、みんな私だもん、なんでもな、もっと頑張ってもらわなくちゃ、男に。沿われるかな、電気に。さっき沿われなかったら痛くて、電気減るも大変だ。まだね、前の方が沿われたよ。なすわがいい行ってからこうなっちゃったんだよ。前は沿われたもん、ちゃんと。あの時痛かったから、腰を持ち上げられて、だから嫌なんだよな、降りるの。前はトイレかなって、座ったって痛くなかったかみたいな。今座るもすっごいきついんだよ。
そんなの持ってきやがって困るよ。あんまりね。うん、で降りるときの持ってくるんですけど、困るよ、後ろを向いて降りるなんて。私、大丈夫で、タバコをつかまれた。あ、いいか。ほら、なんか知らないけど、いろんな機械持ってきられても困るよ。慣れたとこで降りなきゃ怖い。後ろから降りるんだって言うから。含めたらダメだよ。一週間ただかんすごいけどさ、私困るよ。いろんなもの欲しいものは自分で言うからさ。あんまり慣れないもの持ってきて、含めたらどうするの。自分の体でも分かるよ。困ったな。ナース払いも行きたくねえよ、大事だから。トイレ拭いてくれたんだってな。おしっこ垂らしたら拭いてね。私ともおしっこまで拭けねえかねえの。悪いけど。
げなきゃね、歩ける。曲げたらもうダメだ。さっき見て。明日、明後日また病院に行くの嫌だな、疲れるな、泣いたな。これで当分持ちっこ大丈夫。ちょっと食いすぎたな今日。過ぎたよ。ゆで卵を食べて、つけろくずし食って、もうダメだ。よいしょ。どこへ。よいしょっとここまでやっとたどり着きました。たどり着いた。よかった。よかった。この卵さ、もう出しとけばいいかな。よいしょ。ちょっと待ってね。すいませんね、遅くなっちゃって。トイレ行ってきました。卵これ、どかしときますね、これね。あと一つあるんですよ。後で片付けます。どこ置こうか、こっち置こうか。よいしょよいしょ。後で片付けます。さあ、この後にはもう片付けだね。はい、ありがとうございますね。卵どかしときましたね。ありがとうございます。悪いね、またしちゃったね。ごめんなさいね。
卵もう一つここにあるから置いときます。よいしょ。さあ、座るとこはここかな。よいしょ。はい、ありがとうございます。待たしちゃってごめんなさい。ありがとうございます。キキちゃんが大丈夫だよって、おかえり、ありがとうね。おふみちゃんがナイス押してなかったらってね、おかえんなさい。ジェイさん、おかえんなさい。ヨセイさん、ありがとう。ヨセイさん座ってる後ろに白い壺みたいなやつは何ですかって、お前にコメント入れてた人がいた。白い壺、壺ないよここに。壺、白い壺ってないよ。ある？本当？わかんねえな。白い壺みたいなやつは何ですか？お前前にコメント入れてました。壺ってないよここに。壺は置いてないよ。器とね、あとは味噌汁とかそういうもんが置いてあるよ。味噌汁入れる やつでないかなって。味噌汁入れるやつ、本当？味噌汁直にここに出てるよ。そうね、ジェイさん、いっぱい出ましたかって。はい、おかげさんで痛くなかったです、座り方で。よかった。ブリツケ、プリツケ二郎さんがグラノーラの上のやつって、グラノーラの上のやつ、わかんねえ、なんか、器かな、じゃね、グラノーラは下にあるからね、上にあるのは器だよ全部。器が全部茶ダンスに入ってるからね、買いすぎちゃったね。そう、グラノーラの上にあるのはね、缶だよ缶。缶、あのね、前海苔が入ってた缶だよ、大きい缶。綺麗だから取っといてあるの。そうね、あ、味噌汁入れるやつでないかなって。何でも入るよね、缶だからね。そうそうな、グラノーラの上のやつはね、缶です、大きい缶。そう、棚にある缶でしょ。あれは缶。何でも入るよ、味噌汁でも何でもね。そうね、綺麗な缶だから取っといた。ナスラインの話がよく聞こえましたって、そうでしょ。また明日明後日行くんだってね。あれで行ってね、腰が痛くなっちゃった。バーッと持ち上げられてね、痛えっつったもんね。あのあれ、あ、なんだっけ、車椅子じゃなくって、あ、杖ついてった。だからね、疲れた。そうね、あ、キキちゃんありがとう。皆様ナイスナイス、お願いしますって、ありがとうね、キキちゃんありがとう。ぶつけ次郎さん、なるほど、猫の餌もあるってね。ジェイさん、ナスライン行くの辛いんですかって。そう、こないだ行ってきて、車椅子じゃなかったから杖ついて手引っ張ってもらって、車を降りるとき背中方向にぐーっと持ち上げられて、痛かった。だから自分でこうに痛くないように降りますからって言ってね、自分のね、体は自分でわかる。ね、俺で腰痛くなっちゃって、俺でデイサービスに電話した、あんまり痛いから。
置いたらね、デイサービスの人も知ってて、うん、この間痛かったんだってねって聞いたよって言ってくれた、うん、嘘じゃないよ、本当に痛かった、うん、腰を持ってもらったんだけどね、すごい痛かった、うん、だからそう痛い思いするの嫌だからね、うん、そう、うん、はるしさんが、しんごさんこんばんは、お疲れ様、よしえさんこんばんは、お疲れ様です、総合失調症感じしたいってね、総合失調症感じしたいってですねって、うん、そうですね、うん、失調ですねこれはね、うん、こちらメアニーグリルフェイスさんが、病院は慎吾が連れて行ってくれるんですか、そうじゃない、送迎なんですよ、あの病院の送迎、うん、でもね送迎しなくてもね薬はちゃんとくれるからもらいげるんだけど、ケアマネージャーさんがもう一回行ってくれって言うから、私薬だけうちのがもらいってくるから大丈夫ですよって言ったら、でももう一回お願いしますって言われたからね、ねえ本当困るんだよね、自分の体は自分でわかるからね、どういう感じかね、今トイレ座った時痛くないように自分で座ったから痛くなかったよ、自分でわかります座り方もね、その昔おしっこなんか垂れてれば拭かなくちゃだから、おどもう腰がガクーってなって痛くて立てない、さっき立てなかった、だから言っといた、おしっこ垂らしたら自分たちで拭いといてねって、私は腰が曲がんないからって言っといたね、だって杖ついてくんだもん、おしっこ垂れたら嫌だよ、その杖をまたフローリングとか畳作って嫌だよ、気持ち悪いよね、今までは全部拭いてたんだけど、もうあんまり曲げると腰痛いから私はできないからってもう言っといたね、そうでしょうね、うん、長瀞の鈴見あるし豚で寝てますかって、うん、豚小屋でしょうね多分ね、ぬいぐるみうちゃんないからね、豚小屋だよね多分ね、そんな気がするよ、多分豚小屋だよきっとね、うん、そう豚小屋ね、うん、こちらが、うん、二郎さんナイス押してくれましたかって、うん、二郎さん、うん、二郎さんって方いた？そう、うん、自分のおちっこ始末くらい自分でやるのが当たり前ですよね、そうだよね、うん、私が言っちゃ浮いてるんだよ今まではね、その時は痛くなかったよ曲げても、あの医者行って車に乗ってからが痛くなった、うん、だからあの時どうにかなったんだね、うん、そう今まで拭いてたからね、うん、ね、チコちゃん、よせさんこんばんは、しんごさんパチンコって、うん、うちにいますよ今日はね、コインランドリー行ってきて、うん、洗濯してきて両方うちにいます今日はね、うん、二人ともね、はい、こちら、あ、ありがとうございます、助かりました、次郎さんってね、ありがとう、あそうか、ぶつけ二郎さんね、うん、そうそう、うん、おふみちゃん、いつも押してるよって、うん、そうだね、うん、ぶつけ二郎さんね、うん、いつも来てもらって、うん、なこちゃんが、はじめましてって、ありがとう、うん、なこちゃん、よろしかったらナイス、よろしくお願いしますね、うん、初コメの方、ありがとうございます、ありがとう、ね、キキちゃんがナイス押してくれ、押したら消さないでねって、ありがとう、
ありがとうね、キキちゃん。うん、J さんが今日もやった頃のヨセイさんの YouTube 見たって、そうなんですか、うん、そう、ありがとうございます。あ、ナオコちゃん押しましたって、ありがとう。ナコちゃんありがとうございます、ありがとうね。こまめちゃんが遅くなりましたって、ナイスしましたって、ありがとうございます。こまめちゃんありがとう、ありがとうございますね、皆さんね。ブリスケ二郎さん、ヨセイさんのこと、スンゴがニコ生やってた時から見てるよって私が怒ったやつね、うん、ありがとう、ありがとう。今怒る元気ないよね、うん。ペコちゃんが豚小屋になって何か感心しないとねって、そうだね、ほんとないね。こちらほのちゃんがメガホンをプレゼントって、ありがとうございます。ほのちゃんメガホンありがとうね、ありがとう。今は穏やかで可愛いですってね、今はそう、私ね穏やかになっちゃったでしょ、もう怒る元気ないよ前みたいにね。若ければね怒るけどね、自分がね結構もうね前は違ったけどね、自分が参ってきたわよ、うん、そうですよね、うん、年取るとともにね自分が参るね、これが開かないんだから、これがゴム、輪ゴムはめないと力がない、うん。ああ、こちらあかりちゃんが怒らないからつまらなくなったねって、そうなの、うん、みんな怒るんが好きなんだね、どっちかっていうとね、そうか。ああ、アンチにはたまには怒るけどね、うん、あ、たまにはアンチには怒るけどさね、うん、そう、最近みんな仲良くいいねって、そうだよね、うん、穏やかでいいねね、そうだね、うん、二郎さんいいね穏やかがね、そうだよね、本当だね、うん、こう本当だよね、うん、本当ね、うん、こちら、うん、こちらね、こちら、うん、74名の閲覧の方、よろしかったら、よろしかったら、うん、ナイス、ナイス、よろしくお願いします、うん。あかりちゃんが、YouTube の再生動画、起こってる時しか再生されてないってね、うん、これ、うちで撮るんじゃなくて、人が勝手に撮るんですよ。うちは YouTube 出してないですね、うん、そう、人が勝手に撮る、うん、そうだよ、うん、おふみちゃん今日はアンチ来なかったねって、本当ですね、うん、本当だよね、静かだね、うん、そうね、うん、ね、いるときはね結構いるかんね、うん、そう、全くね、うん、知ってるよって動画あげる、うん、知能のある人の家にいないものって、そうか、うん、そう、知能のある人いないってこと、うん、そうか、うん、あかりちゃんもアンチっぽいな、なんとなくな、うん、あかりちゃんもちょっとアンチっぽいな、うんうん、こちら妻ようじさんが、ヨセイさんが幸せになりますようにって、ありがとうございます。つまようじさんありがとうね。ぶつけ二郎さん笑うってね、笑うってね、本当ありがとうね。え、あかりさんがなんで動画編集してあげ
る人なんかいないでしょって、うん、なんで動画編集してあげられる人なんていないでしょってこのうち、うんうん、勝手に違う人があげてんだよね、うん、キキちゃんがおふみちゃん妖精さんに歌のリクエストしてみたらってね、うん、ありがとうキキちゃんありがとう、うん、ね、うん、あチコちゃんが皆さんみんな妖精さんが心配してますからってね、うんうん、ぶつけじろうさん怪しいね歌笑うってねおふみちゃんあいえんかつら歌って、枯れますかってわかりました、うん、ありがとうありがとうね、うん、じゃあ歌うねありがとうあかりちゃんってアンチかななんとなくね、うん、そうだねそうだよねだから知ってるって言ってるんじゃん笑うこの家には動画編集あげられる知能のある人いないから笑うあかりちゃんちだ怪しいね笑うってね、うん、あかりちゃんってアンチだよ、うんね、じゃあねまあいいやね泳がしとけやねありがとうありがとうねじゃあね、うん、じゃあ歌うねありがとうじゃあねはい花も嵐も踏み越えてゆくな男の生きる道長いてくれるなほろほろ鳥よ月の冷えよ一人ゆくありがとうね、うん、アイゼンカツラいいですねありがとうありがとうね皆さんありがとうございますね、うん、よろしかったらよろしかったら、ナイスナイスよろしくお願いしますあありがとうおふみちゃんメガホン参考ありがとうございますありがとうございますねありがとうありがとうね、うん、ありがとうございますね、うん、じゃあなんかいろいろ歌いましょうか少し歌いきますいきますね、うん、何がいい、うん、よろしかったらよろしかったらナイスナイスよろしくお願いしますね皆さんキーさんもリクエストしてみて、うん、何かいい歌ある上の上を向いて歩こうでも歌おうか何か声に元気がなくなってきますね無理しませんかってありがとうあデコルトさん、うん、4764ヨシエさん2675ね、うん、それは当たり前あかりさん、うん教えていただいてありがとうね、うん、あの方は、うん、あのねふわっちのね A 級番のね方がね、うん、A 級番の方がねあのなんだっけあの、うん、ふわっちで A 級番になった人がね違うサイト行ってねその人がデコルトお姉さんに押してやってって言ってるんだってね、だから自分の力で全部じゃなくってねだからそうに言ってあの A 級版の有名配信者大手のその人がデコルさんに押してやってって言ってるみたいだから流れてくるから多いのよね
一人の力じゃないね。どうでもいいじゃないですかね。ほとんどデコルト姉さんの力だよって、また人に流してもらったとか、流してもらったじゃなくってね、永久版になった人がいるんだって、ふわっちで、自分はふわっちできないね。だからその方が、デコルトさんに押してやってって言ってるみたいよ、ね、みんな知ってるよ。うちの子もそういうの詳しいからね。ありがとうね、おふみちゃん、ありがとう。さあ歌いましょう。ありがとうございますね。ありがとうね。だからってね、お互い様よってピガちゃんがね、そうだいね、ピガちゃんね、ありがとう、ありがとうね。さあ歌いましょうね。さあね、はあ、踊り踊るながら、ちょいと東京温度、あよいよいと、花の都今後の、花の都の真ん中でしたって、さっとな、それよいよいよいと、あさっとな、それよいよいよいと、もしくは、あ、ちん、何、ちょっと今キキちゃん分かんなかったね。キキちゃんちょっと、今キキちゃんちょっとね、コメント分かんなかった、読もうと思ったら歌歌ってて、ごめんね。ジェイさん、よいよいってね、よいよいだよね。ぶつけ次郎さんも、みさあけみさんも、よいよいよいとってね、ありがとうございます。えっちゃん、なんかいつもより元気ないね。そんなことないよ、腰が痛いからだよ、よいよいって。ほいで明日明後日また医者行くんだよ、そういうのをくたびれるからね、寝て元気になってよって、寝ても元気にならねえんだよね、ね、おちっこするの大変な、起きたりが、死んだはずだよ、しんごさんお願いしますってね、みーさんパチパチってね、死んだはずだよ、しんごさん笑う、目やにグリフィスさん、ありがとう、ありがとうね、ねえ、キキちゃんが今なんかコメントくれたけど、見損なっちゃ、あ、死んだはずだよ、しんごさんが、いえって、あ、そっか、わかった、死んだはずだよね、わかった、キキちゃん、私さ、ちんちゃんのお話かと思った、ちんちゃんつうにゃんこもいるんだよね。おふみさんが、みささん来てくれますから、島娘歌うって、あ、大丈夫ですよ、ありがとう、島のブルースかな、ありがとう、ありがとうね、じゃあね、死んだはずだよ、しんごさんね、ありがとう、ありがとうね、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いしますね。たとえ1ナイス2ナイスでもいいから、よろしくお願いしますね。ありがとう、じゃあね、ありがとうね、死んだはずだよ、しんごさんの人気ってね、ありがとうね、ありがとう、じゃあね、はい、じゃあ声が大丈夫かな、じゃあね、いきな黒べいみこしのマークに、あらな姿のあらいがみって、死んだはずだよ、しんごさん、生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のしんごさん、えさほげんやらな、ちゃちゃちゃららら、ちゃちゃちゃら、
チャラララチャチャチャ、ありがとう。こちら生き物と暮らす正和くん、お疲れ様です。ナイス、間に合った。いつもありがとうございます。ありがとう正和くん、ありがとう。リエさんパチパチ、コウメちゃんパチパチ、こんばんは、遅くなっちゃいましたって。大丈夫ですよ。ギラちゃんが雨は大丈夫って、でしたか、大丈夫ですよ。Jさんがさすが長瀞の歌姫、とんでもないですよ、ありがとう。あらあらあら、パチパチ、アクアさんありがとう。チコちゃん、無理しないで休みましょうやってね。メヤニーグリーフィスさん、パチパチ。大海さん、ナイス、押してなかったら押してください、お願いしますって。ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね。じゃああれだよね、島のブルースだっけ、ね。こちらグースカイ、ナイス、押してください、喜びますってね。あなたグースじゃない、奇数だよあなたね。どんどん、どうよ姉様、グースじゃない、奇数だよあなた、間違ってるわよ。あなたキスしたことないの、奇数ですよね、あなた偶数じゃないわよ、キスしたことないの、偶数じゃない、奇数ですよ、ナイスはね、偶数で押してくださいだとね。あれアンチよ、アンチよ、アンチはうんちだよね、ね。こちら偶数押すとなんかあるのって、バカじゃねえこれ、アンチじゃないよ、だってだってそうでしょ、偶数でしょ、偶数は2回だよね、押して消してでしょ、押して消してね、4本偶数だよね、あんた分かんない、数学得意じゃないわねあなたね、ね、奇数じゃないとナイスになんないのよね。あんた1年生からやり直したがいいですよ、偶数と奇数が分かんなくっちゃ1年生からやり直してくださいね、やり直してどんどんね、ね。何しろね、あ、まんじゅうさんいつもありがとう、こんばんは、本日のナイスです、ありがとう。まんじゅうさんいつもありがとうございます、ありがとう。おうみちゃん、なんか超だねって、そうだね。よせいさん、面白い、笑うってね。あ、じゃあ3回押すねって、押して消して押す、あんたどこまで本気かわからねえわ、3回押すねって言うけど実際見たことねえからよね、4回押してるかもわかんねえ、最初から偶数と奇数がわかんねえじゃ、数学できねえな、1年差からやり直した方がいいよ、それとも悪気がなくって偶数奇数わかんねえで言ったんかもわかんねえ、本当のアンチかどっちかは私にはわからねえ、でもこの題を見るとどんどん増よぜって書いてあるから、つまりアンチに近い、アンチに近いね、名前でわかる、わかる、あかりちゃん、偶数と奇数がわかるから言ってるんだよ、よせいさんって頭がパーなのかなって、何、そうだよね、分かってるから言ってるんだよ、何ファンチって、どんどん増用でファンチって、
ジェイさん、頭がくるくるパーなのはアイハラーですってね。こちら、ギラちゃん、ヨセさん、ほっときましょうって。そうですね、バカがお相手の時じゃが長いだね。行くも止まるも座るも伏すも、いやあわんあらが一筋、やわら一筋、夜が明ける。ひばりちゃんの歌だよ。ね、ありがとう。リリーちゃん、ありがとうございますね。いつもありがとう。ナイス、ありがとうね、リリーちゃん。歌っててごめんなさいね。ありがとう。ね、あのアンチが出たからさ、バカを相手の時じゃないってね、その文句が言いたかったね。そう、うん、コウメちゃんパチパチってね、ぶつけじろうさんも、うん、ありがとう、うん、アクアさんもパチパチ、ジェイさん長トロの美空ひばりありがとう。アンチが来ると元気になるよね、実はってね。ね、あなたあのもう大からして、うん、アンチよね、うん、わかるわよね、うん、ね、おかしいね、うん、妖精さん歌ってナイス増えてない、笑うってね、結構よ笑ってもね、うん、ちゃんちき大きさだよ、冗談じゃねえよね。月がわびしい路地裏がのってね、屋台のお酒のほろごにががさ、知らぬどごしが小皿たたいて、ちゃんちきおけさあ、おけさ切なや、やるせなや。南春夫でございます。南春夫ね、お客様は神様でございます。お客様は神様でございますね。中にはアンチうんちもいますよ、ね、アンチうんち、アンチうんち、うんちってね、ね、いろいろいるわよ。クララちゃんありがとう、パチパチ上手ってありがとう、ありがとうね、うん、アンチにイキイキ反応するよ、せいさん好きよってそう、うん、反応する、うん、よせいさん好きよってそうなの、本当に好きなん、どんどんさん、うん、どんどんさん本当に好きなん、うん、ね、うん、そうならまともにまともにナイスをしてよ一回ね、ね、うん、グースをしたら消えちゃうよ、本当に好きならね、キスをしてちょうだいよね、うん、好きよって言うならね、あ好きよ、あ好きよって歌ったっけ、妖精さんかわいいってありがとう。フラワーちゃん、キキちゃんこんばんはってね、キャンドルちゃん、アンチはこの枠に来るなってありがとう、キャンドルちゃんありがとうね。チコちゃんはお客様は神様ですってね、アンチは、うん、うん、いける活力です。ぜひ教えってかい、うん、うん、ただナイスをこじるよせいさんよって、うん、フラワー先生大好きってね、キキちゃんが、キキちゃんありがとうってね、ジェイさんが良い絵だと書いてよせいさんってありがとう、うん、こちら、うん、こちらバーガー
バーガーありがとうございます。バーガーありがとうございますね。バーガーありがとう、ありがとうね。ありがとうございますね。こちらもうすぐ900ってそう、あ、ありがたいね、おふみちゃん。こちらあれどこ行っちゃったんだよ。抱いてほしいなんて女の口からという、わかりますか。わあ、今夜は話さないっつってね、うん、橋幸夫と阿部律子、うん、そうだよね、多分ね、うん、橋幸夫と阿部律子だと思う、うん、抱いてほしいなんて女の口からなんとか言えないっつってね、どうだっけその辺がわかんない、うん、ララ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 800-8183ね、うん、いないかなってね、うん、いないね、お風呂でも入ってるかもね、うん、そう、今夜話さないって歌あったよね、うん、そうね、うん、確か阿部律子とね、あれだと思ったよ、うん、そうね、うん、おふみさん、じゃああれか、あのいい歌だよってね、いい歌だよね、今夜は離さないっつね、離れられないっつんだよね、最後はわかるんだ、そうアンチがいないと配信が眠たくなってつまらないんだよって、うん、いい歌だよってね、うん、そうね、こちら、うん、よしえさんお疲れ様、ありがとうフラワー先生、うん、アンチいないとってね、いい歌だよってね、そうアンチ生きてる活力ってね、フラワー先生、盛り上げ花火さんありがとうございます、盛り上げにゃんこちゃんありがとうね、ありがとう、うん、にゃんこちゃ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 んの爪、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、おふみさんが旦那様、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、そうだね、じゃあね、はい、じゃあ歌うね、ありがとう、ありがとうね、うん、よろしかったら、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いしますね。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。うん、キキちゃん、盛り上げ、猫ちゃん、パチパチ、ありがとう、ありがとうね。じゃあ歌うからね、ありがとうね。つらい時こそ、心の中で苦労を見せずに隠していたがいい、私の大事な旦那様、あなたはいつでも日のを当たる表通りを歩いてほしい、ありがとう三船和子さん、旦那様ありがとうございます、ありがとう、清子さんがパソコンで見てます、ナイス
とこどこですかって、え、ナイス押すとこどこですかって、わかんない、ナイス押すとこどこですかって、わかんないね、知ってる、うん、ねえ、わかんないよ、うん、ねえ、うん、ありがとう、みーさんパチパチ、アクアさんもおばちゃん、ねえ、ありがとう、イエースってね、すごーってね、コウメちゃんパチパチってね、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、こちら、笑う、笑うって言ってるよ、うん、ね、笑うってね、うん、ね、笑うんだってね、まったくね、まあね、笑うとね、うん、神が来るっていうからさ、うん、あの福が来るんだよね、笑う角には福が来るってよく言うもんね、笑った方がいいよね、みんなね、笑う角には福が来るってね、うん、ね、福が来るわよ、そのうち、うん、93ナイスね、福が来るわよ、今800、うーんと何、93ナイス、そのうち900になるわよ、福が来るわよ、福が来る、じゃあね、福来るよ、よしえさん爆笑してるの見るの大好きって、ありがとう、相原さんと話してる時爆笑して面白かったって、そうですか、うん、ありがとう、きよこさんがマジでパソコンでナイスを押すこと教えてって言ってくれてるけど、知ってる方いる、いる、きよこさんが聞いてるんだけど、うん、パソコンでナイスを押すって知ってる、皆さん知ってる方教えてやってくださいね、え、きよこさん言ってくれてます、うん、あ、きよこさんコメント右下ですって言ってますよ、ぶつけ二郎さんが、うん、きよこさんコメントの右下ですってわかるかな、よせさん霧のいい時間で切り上げましょうねって、チコちゃん、うん、左っても左ってぶつけ二郎さんが左ってね、うん、あかりちゃんがパソコンから押せませんって言ってるけど、この人アンチだよね、きよこさんコメントの左下ですよって、うん、手のマークですってね、うん、コメントの左下ですよって手のマークですって言ってます、ありがとう、きよこさんコメントの、うん、左下ですよって、うん、手のマークですってね、うん、言ってらっしゃいます、あきらさん、よせさんナイスに来たよって、ありがとう、ありがとうね、うん、こちら、うん、きよこさん押しました、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、きよこさんありがとう、あぶつけ二郎様教えていただきありがとうございます、ありがとうございますね、きよこさん押していただきありがとう、きらちゃんがよせさんナイスに来たよ、ありがとう、ありがとう、うん、ね、ありがとうね、たかちゃんもナイスしました、ありがとう、ありがとうね、うん、ね、本当ありがとう、皆さんありがとうね、
ありがとう、うん、あ今少しだわ、うん、ありがとうございます。ありがとうね皆さんね、ありがとうね。二郎さん、うん、おふみさんが二郎さんありがとうってね、ねえ、こちらまさしさんがよしえってよしえってきたよ、まさしさん、いつもありがとう、よしえってね、うん、ねえ、よしえね、ありがとうございます、ありがとうね、95よしえラブってね、ラブラブってね、ぶっつけ二郎様が、盛り上げにゃんこちゃんプレゼントありがとうありがとう、あ、にゃんこちゃん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 の爪ありがとうね、ありがとう、ありがとう、まさし目が回るってね、こちらよしえってね、よしえ、つねえつねえって今日は暑かったねって、そう暑かった、まさしさん、私のはちょうどって感じ、ちょっと暑いけど汗は出なかったな、風が涼しかったよ、ね、なんか風がね、涼しかった、ね、日向暑かったね、そう、どんどん投げろ、何投げろ、おーって何、何、まさしさん、ナイス押してくれましたかってね、ね、おみさんね、ね、まさしさん忘れるからね、たまに忘れるんだよ、よっしーつって帰っちゃうんだよいつも、ね、あ、ぶっつけ二郎さん花火をプレゼントしました、ありがとうございます、いつもありがとうね、ありがとう、ぶつけ二郎様ありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥビルゲイツソフトバンク孫正義ありがとうございます、ありがとうございますね、ぶつけ二郎様、ぶつけ二郎様、花火ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうね、ね、たまやーって小梅ちゃんが、今月よせいさん5000円課金してくるしてる、笑うってありがとう、ぶつけ二郎さんありがとうね、ありがとう、ありがとうね、たくさんありがとうね、ありがとう、うん、腕の稼ぎ当てにしてません、どんどんって、頑張って働こうって、ありがとうね、ぶつけ二郎さんね、働いて汗水垂らしてね、大変だよね、ね、信号外出中、信号うちにいるよ、うちにいるよ、信号うちにいる、2人ともいるよ、どんどん同様でって、お前も投げらや笑うってね、どんどんナイス押せって、あらキキちゃん、あれれれ、キキちゃんすごいよ、
あれあら、ありがとう、キキちゃん、うん、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマセルシー、ありがとうございます、キキちゃん、キキちゃん、ハート花火、ハート花火、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、キキちゃん、ありがとう、うん、返事したいやんってね、うん、信号信号信号ってウサギぴょこちゃんが、うん、ね、うん、投げ何、うん、よせーってね、信号信号信号ってウサぴょこちゃん、うん、毎日寄せにナイスをしてます、ありがとうありがとう、まさしさんありがとうね、うん、ありがとう、そっか押してくれてる、ありがとう、まさしさんたまに忘れちゃうかなと思って、よしって言って忘れちゃうかなと思って、うん、ね、おふみちゃんがあーダメ、目がおかしくなるってね、うん、ね、うん、こちら、うん、こちら、まいこちゃんが、うん、ひえって、キキちゃん、まあ、すごいよ、キキちゃんすごいよ、もうやめな、もうたくさんもらったよ、キキちゃん、うん、ありがとう、ありがとうね、キキちゃん、うん、ね、うん、ありがとう、お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマサヨシ、ハート花火、ハート花火、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、キキちゃん、ありがとうね、すごいね、すごいよ、妖精ラブだからってね、ね、すごいね、キキちゃんとんでもないよ、今日すごいよ、たまげちゃおう、キキちゃんもうよしなさいよね、お金自分のために使いなね、そうだよ、ダメだよ、ね、自分のためにね、貯金しとくんだよ、ね、ダメだよ、ね、ほんと、キキちゃん、ヨシエさんが好きなんですね、って、すごいね、フラー先生ね、なんかね、すごい、いい子だよ、ほんとに好きだよ、私、まさしさん、ヨシエパワーってね、ね、チョコちゃんってね、こちら、ヨシエグッズってね、キヨコさん、シンゴさんの部屋片付いてよかったですって、そうですね、片付けていただいてね、ヨシエさんのためなら気が狂うほど、投げろ、おーって、まったくね、すごいよ、今日すごいよ、ね、ぶつけ次郎さん、出てけよ、どんどんおタオルグッズ貸してくれってね、ありがたいねってポテトちゃんがね、ね、ほんとすごいよ、あ、900行ったんだ、よかったね、行ったんだ、よかったね、904、浦先生、そうなのね、ヨシエさんがすごく好きなのって、ありがとう、キキちゃんありがとうね、ね、ほんとキキちゃん分かってるよって浦和先生がね、そう、チョコちゃんまだ気づいてないのがね、何、まーちゃん、ヨシエさん毎日ナイスをするねって、ありがとう、まーちゃんもいつもしてくれるよね、ナイスね、まーちゃんありがとうね、いつもありがとう、きよこさん、人は簡単にないってね、キキちゃん分かってるよって浦和先生がね、
ねえ、うん、こちら吉江にあげろって、ぶつけ二郎さん別にそれでもいいよって、うん、チコちゃんってね、うん、ねえ、うん、まったくね、うん、おふみちゃん、まち、うん、何、何これ、これはに人は簡単に死ねないって、そうだね、死ねないよね、うん、そうなかなか死ねないね、うん、ほんとね、うん、ほんと死ねるもんじゃないよ、うん、すごーすごずこーってね、ずこーってね、うん、ねえ、人は簡単に死ねないねって、ねえ、皆さん想像で何でも言うんだね、いろいろね、想像力豊かね、うん、皆さん想像力豊かね、アンチはね、アンチってさ想像力豊かね、水色さん、今日で人生変わるような気がしますってね、キャンドルちゃん、アンチアンチアンチは、生きる活力って言うならば俺は活力、あれ切れちゃった、キャンドルちゃんありがとうね、ありがとう、革命家さん、なんだ あれ私はアンチじゃないですって、清子さん、うん、まさしさんがよしーよしーって、ありがとうありがとうね、うん、みんな想像力豊かね、うん、想像力豊かだねみんなね、うん、ある意味新しい親子の愛の方かなって、子供のためにってね、ね、うん、みんな想像力豊かね、うん、大したもんだわ、うん、ね、想像力豊かよあなたたちね、アンチはね、アンチは想像力豊かね、うん、ね、うん、まさしっておふみちゃんが、ある意味ってね、ちこちゃん、ちこちゃんとさ、うん、なんかすごいね、遠からず近からずってね、だろうってね、慎吾さん、ゆうせいさんにってね、そんないい加減なことばっかり言ってるね、すげえなー、すげえってね、どひゃーってね、水色さん、ゆで卵できたそうですねって、はい、食べましたよ、もう一つあるよ、ここにお水に入ってね、これ一つ食べましたよ、美味しかったですよ、美味しかったね、すごい美味しかった、よせいさん受け流しってね、そう、おい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 、よせい、いつもいつも働かず無職でいいのって、75になってさデイサービス行ってよ、車椅子の人間がよ、どうやって働けるんだいね、え革命さん、あなたがそういう立場で働けますね、え働けますね、え、年には関係ねえよ、これで丈夫だったら働くよ私も、でもさね、え足腰悪くってよ、車椅子で乗ってる人間がよ、デイサービス行ってお風呂入れてもらってよ、そういう人が働けるか想像してみろ
想像してみろな。わかんねえか、そのぐらいなこと。わかんねえか、うん、え、なに、うん、わかんねえか、うん、何、うん、何、配信が仕事やってるのは俺だけじゃねえよ。わかるか、いっぺんいねえか、いっぺんいねえか、配信してる人はいねえか、うん、2回押してくださいってね。革命家もそうだな。なんかアンチが革命家とね、どんどん増与でとね、もう一人いるんだ、うん、あ、服かわいい、ありがとうスコッティさん、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、うん、ね、アンチがいっぱいいるね今日はね。アンチうんち祭りだね。ポテトちゃんまたアンチだねって、そうだね、相変わらずってね、うん、まさしさんよしーってね、砂もアンチだよ、うん、砂も、うん、ウミガメみたいな可愛いってね、その服ってね、ねウミガメってどういうの、うん、アンチは受け流すって、そうかね、うん、そうしようか、うん、こっちがねコメントで利用すればいいわよね、うん、上手になった方がいいよね、上手にね、うん、そうだよね、考えてみたらね、うん、ほんとアンチ来たくて仕方がないんだろうなってね。そうだねポテトちゃんね、うん、そうだね、いつものメンバーだもんね、うん、ほんとね、うん、こちら長トロに革命かってね、立派だね皆さん。正義くんがこんばんは、すいません僕寝てました、笑うって。大丈夫だよ正義くん、寝たい時は寝ていいんだよね、疲れるからね、うん、大丈夫だよ千里くん、うん、お、ジャスティスってね、まさしさんが、うん、ね、うん、きよこさん、よしえさんの、うん、ことが、うん、うましいですよって、いつも、うん、おふみさん、よしえさん、11時過ぎたので、うん、先にね、うん、先にもらいます、貧乏は寝ますねって、あ、いやね、ありがとうねおふみちゃん、ありがとう、うん、いつも遅くまでありがとうね、おふみちゃんありがとう、いつもありがとうね、うん、ね、ゆっくり寝てくださいね、うん、おふみちゃんありがとう、お疲れ様、ね、うん、ありがとうございますね、うん、ちいちゃんもおふみさんお疲れって、フラー先生もおふみさんお疲れ様ってね、おふみさんお疲れって正義くんもね、そうだよね、うん、私の、きよこさんが、私の33歳の娘も働かないんですって言ってますよ、うん、今の子は何考えてるか分かんないことあるよね、うん、そう、うん、そうなんだ、うん、じゃあ僕は風呂に入ってきますってね、まさしさん休んだ分、消えちゃった、ごめんね、まさよしくんおやすみなさいっておふみちゃんが、うん、お前もなって、うん、
それはよかったってね。おふみちゃん、おやすみなさいってキキちゃんがね、うん、おふみちゃん、ありがとね、いつもありがとね、ね、うん、正義くんが、まさしさん、お風呂に入って、らっしゃいってね、うん、なゆたそさんが、ナイスに来ましたって、ありがとう。なゆたそさん、ありがとうございます。ありがとうね、うん、ありがとう。ぶつけ次郎さんが、革命家よ、さっき花火と猫投げたやんって言ってるよ、ぶつけ次郎さんがね、革命家ってね。ポテトちゃん、こっちもあるよ、ポテトってね。ね、おふみちゃん、ね、何じいさん、おやすみなさいってね。はい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 、嘘だってね、どうしようもないね。アンチさんがいるようですね。笑うってね、笑うよね、うん、嘘じゃないもんってね、本当だいね、うん、すごいね、うん、気がついた、また来てるな、革命家ってね、ポテトちゃんがね、うん、ね、うん、おふみさん、おやすみなさいってね、そうだね、うん、お疲れ様でしたって、長い時間お疲れ様、おふみちゃん、長い時間 お疲れ様ね、ゆっくり休んでね、ありがとう、ありがとうね、うん、こちら革命家、こうやって投げんだよ、ちゃんと見とけだって、うん、ね、うん、風船ありがとうね、うん、風船ありがとう、革命家さん、風船ありがとうございます、ありがとうね、うん、たぬき一万号様、よせさん、おやすみなさいって、ありがとう、ありがとうね、いつもありがとうございます、ありがとう、たぬきさんいたんですね、ありがとうございます、ありがとう、うん、あ、チコちゃんが、多分この中にシンゴいるだろうな、シンゴもアンチコメ喜んでるな、きっとってね、うん、キヨコさんが、ヨセさん頑張ってるってね、うん、ありがとう、ありがとうね、革命家が、うん、シンゴだよ、アイテム投げさせようとしてるから、いやいや、あ、うちの子そういうこと言わないよ、うん、絶対違うよ、うん、革命家はシンゴじゃないよ、うちの子はそういうこと言わない、うん、本当だよ、うん、うん、出たメガホン、笑うってね本当、うん、うちの子じゃないよ、うちの子寝てると思うよ、うん、慎吾だったらあれだもんね、いつもね、なんだっけ、ほろっぱじゃねえ、何っぱだっけ、うん、ね、あいで出るもんね、うん、おふみさん、ありがとう、メガホン10個ありがとうね、ありがとう、おふみちゃん、ありがとう、おやすみなさい、うん、
ナイスしました、ありがとう、うん、パラガテさんナイスしました、ありがとう。アスカちゃんがヨセさんこんばんは、ナイスナイスよ、ありがとうございます、いつもありがとう、ありがとうございます。ゆりちゃんがこんばんは、こんばんは。こちら、革命家さんメガホンをプレゼントって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、ポテトちゃんどんなアラブ求めてんのよって、さくらちゃんがその体勢、うん、きつくないですかって、うん、そう、あ、これね、うん、体勢がね、ありがとう。京子さんが、うん、親は子供を選べない、子だ子供も親は選べないってね、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、さくらちゃんありがとうね、うん、ありがとう、こちらね、うん、何がなんだか盛り盛り上がっているようですって正義さんがね、革命家さん、デイサービスに行ってる吉江さんなどをバカにするなってね、いえいえってさくらちゃんがね、うん、ね、革命家さんメガホンメガホン、ありがとうございます、これからもよろしくね、ナイス、お手柔らかにお願いいたしますって、おふみちゃんがね、うん、来るぞ来るぞアラブをってね、きよこさんうちの何竹の何言うだか好きですかって、うん、あ、あ竹のうちね、うん、あの人ちょっといい男だよね、うん、竹の内豊さん、うん、うん、あの人ちょっとね、うん、いい男だね、うん、あのよくこうクリームの宣伝出てるよね、こんなこんな感じでね、うん、出てるよね、うん、あの人、うん、あ竹の内豊って言うんですね、名前は知らなかった、うん、ねえそうなんだ、うん、きよこさんね、うん、ぶつけ次郎さんおふみ、革命家吉江さんのことを好きみたいだよって、うん、デイサービス全然行ってないけどねって、うん、清子さん私も竹の内大好きですって、そうですか、うん、ねえ、うん、革命家さんが何、うん、何メガホン投げてるんだからアラブの石油をしろって言ってるよ、うん、ポテトちゃんが、うん、男前ですねって、そうだよね、うん、そう、うん、私も好きだよ革命家さん、なんかプレゼントをくれてね、優しい人ですね吉江さんってね、うん、そう、うん、ぶつけ次郎さん革命家こいつ太郎だろう笑う、あそうか太郎さんつう人いたよね、うん、そうか同じ人物かな、うん、革命家メガホンプレゼントしましたって、うん、ありがとうね、うん、革命家さんメガホンありがとうね、うん、アイスマルコちゃん吉江さんこんばんは、ナイスしました、ありがとう、いつもありがとうございます、うん、ポテトちゃんがアンチのふりしてるけど結局吉江さんを応援してるのよ笑うってね、うん、ぶつけ次郎さん太郎に似たね、
愛嬌あるってね、清子さんね、うん、こちら、うん、あれどこ行っちゃった、うん、あれ見えなくなっちゃった、うん、革命家ありがとうねえじゃなく、アラブのセクをやれてよって、そうなの、うん、革命家さん、なんかなんかと優しい人ですねって、うんうん、僕ら大海ちゃん、うん、ほら革命さん優しいよね、メガホンくれました、よしえさんってね、うん、ポテトちゃんが笑うってね、清子さん、慎吾さん、いつ復帰できるんですかって、うん、まだできないんだよね、うん、私も聞いてない、いつっていうのをね、あの子も喋んないしね、うん、そうね、うん、よしえバカにしてるかなって、うん、面白いね、ポテトちゃんが笑うってね、うん、笑うってね、うん、面白いね、うん、なんか革命家さん、アラブの石油を言ってもらいたいんかな、うん、ポテトさん大人ってね、ポテトさん大人ってね、うん、そうだね、うん、ポテトって、うん、こちら、うん、31分、キャンドルちゃん、よしえさんのことをバカにしているやつの好きなら好きにしてアンチの輪になればいいってね、うん、ありがとう、プリンちゃんがナイスポチッと来たよって、ありがとう、ありがとうね、うん、お前がアラブの石油を、うん、革命さんありがとうございますってね、おふみちゃんが言ってるよ、うん、ね、うん、今何時、931ないですか、うん、ね、うん、ありがとう、ありがとうね、ポテトちゃん笑うってね、うん、調子さんナイス押しに来たよって、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、こちら、うん、ナイス、ありがとうございます、ありがとう、革命家よしえ一回アラブしてみてって、アラブしてみてって、うん、アラブしてみた、みてって、うん、してみてみって、うん、よしえ一回アラブしてみてってね、うん、秘密のプラセンターさん、よせさん大好き、ありがとうございます、ありがとう、うん、こちら盛り上げにゃんこちゃん、ありがとう、うん、あ、にゃんこちゃん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 の爪、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますね、うん、ありがとう、うん、こちら革命家メガホンをプレゼントしたって。ありがとうね、革命家さん。うん、このはちゃんが、よせさん、こんにちはって。あら、ナイス、ありがとう、ありがとうね。ナイス、お願いしますってね。線行くといいなってね。線行かないな、今日はな、どうもな。ありがとう。うん、よせさん、一回アラブしてほしいみたい。そしたら花火くれるかな、よせさんってね、このババア舐めてんなって、ありがとう革命家、革命家さん、うん、ね、メガホンたくさんありがとうね、じゃあやるね、うん、
各メーカーさん、メガホンたくさんありがとう、ありがとうね、ね、ありがとう。じゃあね、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマサヨシ、メガホン、メガホン、メガホン、ありがとうございます。メガホン、ありがとうね。各メーカーさん、メガホン、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。よかったねって、アスカちゃんが。うん、ね、やってくれたねって、ちーちゃん。うん、お前が、お前が。来たってね、うん、ね、革命さん、余生さん、グッドジャップってね、うん、そうね、めちゃくちゃ嬉しそうってポテトちゃん、本当に、うん、本当、余生さん優しいってね、秘密のプラセンターさん、メガホンバージョン、余生さん優しすぎってありがとうございます。ありがとう。秘密のプラセンター様、ありがとう。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんの爪、ありがとうございます。ありがとう。秘密のプラセンター様、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうね、うん、にゃんこちゃんの爪ってね、ポテトちゃん、うん、革命家、今日はお金使いすぎたよ、よしえってね、革命家さん面白いね、うん、面白いね、革命家さんね、面白いね、おふみちゃんが、革命家さん本当にありがとうございます、仲良くしてください、お願いしますってね、ポテトちゃん、嘘つき笑うってね、うん、ね、面白いね、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、あ、リルちゃんが、うん、ヨセさんこんばんは、ナイスポチって、ありがとうございます。リルちゃん、ナイス、ありがとう、ありがとうね、うん、キャンドルちゃん、こんな方になるとは、アンチとはヨセさんと共に戦う記録がなくなった、余生さん今までありがとう、僕は何も力になれないかった、これで失礼しますってね、うん、型になるとはアンチとか余生さんと共に戦う記録はないってね、うん、毎日毎日アラブの石油を、うん、割れたら、うん、言われたらお前に気の毒だなって笑うってね、うん、毎日毎日アラブの石油を、うん、を言われたらお前に気の毒だな笑うって言ってるよね、なんかわかんねえな、意味がね。キャンドルさん、毎日毎日かまっちゃ、うん、かまってちゃんひどすぎるよってよ。キャンドルさん、毎日毎日かまってちゃんひどすぎるよってよ。こちら革命家さんは憎めないアンチかな、笑うってね、そんな気がするね、うん、アスカちゃんね、うん、そんな気がする、うん、モガちゃんが こんばんはってね、ユミコさんこんばんは、ナイスしました、ありがとうございます、ありがとう、うん、君たちって、うん、何ぶつけ二郎さん、勉強になりましたってね、もかちゃん少し休めましたか、はい、いくらか休みましたよ、ありがとう、うん、キャンドルさん、ダメ
だって言ったでしょって、なんでそんなことね、うん、優しいアンチさんですねって、うん、ねえ、うん、革命家さんアンチの中でも優しいアンチさんですねって、うんうんうん、正義さんが、うん、アイテム投げない、また言ってるよ、名指しして注意します、気をつけてください、ちょっとおかしいんだよね、うん、これは大不安なのよってぶつけ次郎さんが、うん、あやちゃんおばあちゃんで配信とかすごいってね、ありがとうあやちゃん、ありがとうね、こちらもかちゃんが革命家さん名指しでお願いしますってね、ね、なんか意味がわかんないわ、もうね、しっちゃかめっちゃかだわ、もう面白いね、喉が渇いてきた、うん、違う方に飲んじゃった、もうすぐあれか41分、そうそう変なのよって応援ってね、あやちゃんいつも何時に寝るんですかって、私遅いです寝るのね、うん、ね、うん、結構遅いんですよあやちゃん、うん、一応ね12時までこれやるんです、そうと私ナイス減らされますからね、うん、ね、うん、シャリちゃんの孫の知り合いってね、革命家さん笑うってね、モカちゃんタマちゃん帰ってきた、うん帰ってきたよ、うん、キャンドルさん負けないで私みたいにルーズしくなりなさいよって、うん、ヨシエさん好きでしょってありがとう、オウミちゃんありがとうね、うんね、ありがとう、うん、あやちゃんが朝起きるの早そうってね、早くない私、うん、朝は遅くまで寝てる、うん、そうじゃないと やっていけない、うん、睡眠取らないとね、うん、そうだよね、あ、わかった、ナイスが減らされたわけがあって、そうなの、うん、なんで、うん、みおちゃんがではそろそろ夜ごれ始めたんじゃないですかって、さあわかんないです、私見に行かないかんね、うん、ね、うん、旦那さんはもう寝たんですかって、うん、だ、うん、寝てるようにあんこと旦那じゃねえけどね、うん、よしえさんがちょっと笑っちゃって面白い顔ってね、うん、そうこいつらナイス2回だよって、うん、革命家さんがこいつらナイス2回押してるんだよって、うん、正義さんがヨシエさん休むときにしっかり休んでくださいね、ありがとうありがとうね、ミオさん旦那でこちら、ヨシエさん疲れた、おやすみなさい、ごめんごめんね、先に寝ます、ありがとう、ねえこんな遅くなっちゃったね、おふみちゃんね、いつももっと早いもんね、ごめんね、うん、革命家さんとお話ししててね、うん、結構長くなっちゃったね、おふみちゃんね、ゆっくり寝てくださいね、ありがとうありがとうね、うん、さき金ちゃんが、うん、アニャさん、革命家さんはヨシエさんの
おならの音が大好きだと言ってました。そうなんですか、うん、そうなん、おふみさんグッドナイトですってね、みおちゃん革命家さん、あのアンチ笑うってね、ポテトちゃんおやすみなさいおふみさんってね、もかちゃんおふみさんお疲れ様ですってね、おふみさんこちら、うん、あれどこ行っちゃった、まさよしさんおやすみなさいってね、残り8分出てくるよって、うん、本当8分なの、うん、あ本当だね、8分だね、7分だ、7分、うん、45、45、45、46、47、48、49、50、51、52、52分で、うん、52分か、うん、52分だね、もかちゃんね、52分ってことは、うん、一応切って、うん、あと8分あるわけか、またつけてまた消す、8分でナイスたまるかな、たまんねえんじゃない、もうね、もう少しで終わりかな、ゆっくり休んでください、ありがとう、よし、こちら52ってね、52分だよね、うん、そうね、ありがとう、ありがとうね、0時からでもいいのでは、そうですよね、うん、52分だとさ、あすかちゃんね、だって8分だもんね、8分じゃね、うん、0時からでいいよね、うん、そう思います、うん、ね、ほんとまるこちゃん、はじめまして、初コメです、ありがとう、うん、まるこちゃん、よろしかったら、うん、ナイス、よろしくお願いしますね、うん、ね、ありがとう、ありがとうね、うん、片付けたところ、またパチンコ台置きましょう、ってね、うん、待ってますね、ありがとう、うん、ゆいママちゃん、眠たくないんですか、しっかり体休めてね、ありがとう、初コメの方ありがとうございます、ありがとうね、よろしかったら皆さんナイスナイス、よろしくお願いしますね、お願いいたします、あと残り5分です、ありがとうございます、ありがとう、ゆいママちゃんが風船ありがとうございます、ありがとうね、アイスマルコちゃんありがとう、950ありがとうね、マルコちゃん、ナイスしました、始めたばっかりルール分かってないんですけどって、ナイスしてもらった良いことあるんですかって、はい、ナイスはね、あの順位があって、このふわっちの運営が順位によって、あのあれね、あのね、あのあれです、順位によってね、あのあれをくれるんです、うん、賞金を、賞金をね、ナイス集めた人ね、そう順位がある、順位がね、これね、ふわっち運営がね賞金くれるわけね、そういうことね、うん、ナイスナイスって、ゆいママちゃんナイスしましたってありがとう、まるこちゃんあれを くれるんですねって、うん、ね、うん、あ初見さん大歓迎です、こいつらじじいばばは相手にしないでいいですよ、だってまったく面白いね、革命家さんは、うん、ね、うん、革命家さん面白いアンチね、うん、ね、うん、ぶつけ二郎さんが笑う
ってね、本当笑うよね、次郎ちゃんね、本当。モカちゃん、革命家さん、うっせえじじい。面白い、こちら、革命家さん、黙りなさい、かまちってね、大きい冷蔵庫ですね、お料理好きなんですかって、そんな好きじゃない、私足とね腰が悪いからね、あんまり料理やんないんだよ、今日は卵を茹でただけね、そうなんですね、ありがとう、あと3分、あと3分です、皆さんよろしかったらナイスナイス、よろしくお願いいたします、ナイスよろしくね、ありがとうありがとうございます、ね、美味しそうですって、ありがとうまるこちゃん、こちら、2分ね、2分、ありがとう、ね、皆さんよろしくね、ナイス、少しでもよろしくお願いいたします、お願いいたしますね、ありがとうありがとうね、あと2分あと2分、ありがとうありがとうね、じゃあね、キューちゃんの上を向いて歩こう、じゃあね、じゃあサソリの女歌うね、美川憲一さん、ありがとうあと2分ね、ありがとう、いいえ私はサソリ座の女、お気の毒様笑うがいいわ、あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく思い込んだら、命命命がけよ、いいえ私はサソリ座の女、サソリの毒は後で効くのよ、ありがとうありがとうございます、こちら、さあじゃあひばあちゃん、ひばあちゃん歌えるかな、あと1本あと1本歌えるかな、じゃあね、私の隣のおじさんは着色芸のおこび、お祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻き揃いの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いで、わっしょい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 、検疫をつけろ、塩をまいておくれ、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ、お祭り済んだその後にへそくり取られたおばあさんと家を焼かれたおばおじさんといくらない。